はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。8月17日月曜日、本日は気候な伊勢崎店から生放送です。はい、伊勢崎インドリーム、よろしくお願いします。チェケラッチョン。チェケラッチョン。何ですか、いきなりそれは。はい、ということでね。この空気、久しぶりですよ。そうだね、まっちゃん久しぶりですね。ね。このピリピリした。そうですね、ピリピリはしてないですけどね。麦わら店長もご無沙汰しております。ご無沙汰してます。確か前回は帽子忘れた。そうですね、ええ、島に忘れてしまってなるほど、それをまた取りに行ってですね、これ致命的なみたいな、ま、はい、ということで今週もね、はい、高橋店長とまちゃんで、はい、お送りしていきますね、よろしくお願いします。今週もコメント読んでいきます。和骨です、こんばんは。こんばんは。預けん出るかな、出ないですよ。出ないです。早いね、今日は早いね。またキャピツバですか。そうなんです、はい、そうなんです、ね、これね、ちょっと私の希望でそうなんです、高橋店長本当にキャプテン翼が大好きすぎるんです、愛してやまないということで、はい、前回はね、そうですね、ワンゴールしか決めれなかったんでそうですね、今回はね、うん、ハットトリック決めたい、ハットトリックを決めれるように、はい、頑張ってキャプテンさんを打っていくと、はい、ということなんでね、皆さん2時間よろしくお願いします。お願いします。始めましたけど、キャプテンさんが来たらまたキャプツバなのマクロスかと思ったのに、すいません、マクロス ね来週、そうですね、入れ替えがちょっと来週になってしまったのでね、はい、また次回を、ご期待ください。はい、まっちゃん、レビオッサー。はい、どうもレビオッサー、お久しぶりです。まっちゃん、先ほどカウンターで声をかけたオレス、はい、そうですよ、今日出るんですかって声をかけていただきまして、はい、おー、はい、今日出ますんで見てください。見てくれてるんですね、ありがとうございます。聞こえないで負けちゃったけど、抹茶に会えたから OK。 ありがとうございます。嬉しいじゃないですか、こうやってね、言ってくれるのね。いきなり嬉しいな、はい。レビオさん、マクロスは入ってないです、すいません。抹茶、今まで、何してたの？ニートしてたんですか？ニートしてます。まあ、ずっとニートしてます。ずっとニートしてます。なるほどね。はい、抹茶、はじめまして。どうも、はじめまして。抹茶、レビオさん、おやすみなさい。もう寝るの？もう寝るの早いな。お、でも、キャプテン翼、楽しみっていうことですね。ありがとうございます。夜のハットトリックですか、高橋店長。もちろんそれも決めます。もちろんそれも同時進行でやります、ね。はい、お疲れ様です。今日も、翼の解説しながらよろしくお願いしますね、高橋店長。はい、ちょっとね、まあ、うん、やかましいなっていうぐらいやりたいなと思います。そうですね、まあ、こまめに情報をね、いただいた方が多分見てる方も分かりやすいと思うんで、よろしくお願いします。キャッツバーばっかり、黒バラ軍団のリノです。この前勝たせてもらいました高橋さん、あんたの店のことはすでに、見た、見切ったんだよ、次はまんまい出してやるか、だそうでございま す、うん、本物かな、はい、ね、フリーズ親分、松本こんばんは。はい、松本です、はい、確認だけど、まっちゃんは関東大好きだよね。あ、そうですよ、当たり前じゃないですか、うん、あ、本当ですか。関西に見れるなんてないですよ、うん、なら毎日レギュラーでお願いしますね毎日、うん、毎日、あ、もちろん、はい、はい、いけるんですか？毎日ですか？うん、毎日きついな。まあまあね、放送の時はね、はい、できる限り出てくれると思います。よろしくお願いします。北海道からこんばんはです。こんばんは。あ、まっちゃん久しぶり。そうなんですよ。スリムになりましたか？あ、そうですか。ちょっと痩せたかな。あ、本当ですか？はい、まあ夏ですからね。そうですよ。はい、松田さん、お久しぶりです。はい、どうも松田です。お願いします。まっちゃん、キャプテン翼とかけまして。もう急に、うん、そのなんか久しぶりだとこんむずいな、難しいですけどね、まあ、これは後で考えてね、ちょっと時間ください、発表しましょう、はい、松原久しぶり、あ、預けが友達は高橋店長って言ってましたよ。いや、ちゃいますよこっちは拒否だと、はい、いうことですね、はい、古文ですよ、あ、預けんが古文ってこと。いや、私が古文です。ああ、そうなんですね。なんか、はい、高橋海賊団の上にはまだ、あ、そうですね、いろいろな、上には上がいるということですね、はい、はい、高橋店長はキャプテン翼と服部くんとではどちらが好きですか。いや、服部くんですねそうなんですか、そこを服部くん、そうなんですね、あんだけ好き好き言ってきながら、松田誰を、打っている、ふざけるな、他の放送がキャプテン翼のこと知らないやつばっかりで打ってて面白くなかったからお願いします。なるほどね、うん、先週はジャンプがガペ号だったせいで今週は生きる希望がないんですけど、どうすればいいですか。マガジン見よう、前のジャンプ読みましょう。あ、一個前のね、一個前の、はい、翼を詳しくうるさく垂れ流し打ちする、放送を希望してますよ。そうそうそう、はい、東清掃員はいないんですか。はい、ですいません、天国からこんばんは。こんばんは。まっちゃん本当にいい人、まっちゃんがホールで仕事してるかもって思ったら伊勢崎店に足が向いてしまう。 ありがとうございます。嬉しいな、すごいな、本当にありがとうございます。キーパー森崎くんのせいで諭吉さんがまた行方不明になりました。あのね、うまいね。いや、頑張って、頑張ってるんですよ、うん、そう、頑張ってる、頑張ってるんですよ、頑張ってはいるんですね、はい、体のどこかに当たってくれってやってますから。伊勢崎は、竜巻大丈夫でしたか。
竜巻は大丈夫ですね、はい、大丈夫ですか、はいはい、雨とかね結構降ってましたよね、雨が今日ね、うん、急にね、はい、そうですね、うん、清志はかっこいい、高橋店長って本当にかっこいいですね、30歳男性の方、うん、ありがとうございます本当にね、モテモテですからね、はい、まっちゃん久しぶり、はい、お久しぶりです、はい、頑張ります、ね、はい、本日は2時間キャプテン翼紹介していきたいと思いますので、はい、行きましょう、はい、皆さん2時間よろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、早速ね、遊戯の方を始めていきたいと思います、はい、じゃあコメント読んできます、はい、伊勢崎店の場所を教えてください、はい、中区、あ、はい、緑保留、はい、いきなり長者町、長者町、はい、最寄り駅とかはどこなんですかね、最寄り駅は、地下鉄伊勢崎長者町駅っていうのがあります、はい、はい、が一番近いと、はい、そうですね、まあ、他にも関内とかね、 JR だと関内駅とかからでも歩いてこれますので、はい、あと日の出町も近い、あ、そうですね、京急の日の出町駅からも、はい、そっちも近いですね、徒歩 3,4 分ですかね、はい、くらいで着きますので、ぜひ一度ね遊びに来てください、はい、はい、今日翼で激闘ゾーンから4大演出絡まないのに当たって ST 入りました、おー、すごい、朗報です、ダンバイン累計9000回転当たりなしです、ひょっとしてダンバインってケース代でしょうかそんなことはないでしょうけど、あれちょっとこれ高橋店長、うん、熱いじゃないですか、熱い、いきなり、1回転目じゃないですか、いや2回転か3回転、はい、店長は燃えて青春駆け抜けましたましたか、駆け抜けましたね、はい、うん、赤になったもんね、熱い、はい、あ、これ結構いいじゃん、なんかこれ暑そうですよ、いきなり、いきなり、はい、抹茶って関東に来てどれくらい経ちましたか、あ、でもダメだ、新田旬だもん、はやぶさシュートの、はい、僕半年ぐらいですね、半年も、はい、早いですね、早い、お、何ですかこれは、おっと、これはちょっと本当にチャンスっぽいですよ、今日もベロベロ部長が見れた、あ、CM ね、ドーベルマンデカは置いてありますか、置いてないですね、すいません、はい、圧力ぎっくり腰になってしまってマッサージしに来て大阪に、大阪ですかちょっと遠いですね、大阪に、伊勢崎、ワンツーストリートに近いですか、ワンツーストリート、うん、多分近くないですね、あ、多分近くない、はいはい、店長は燃え、あ、これ読んだね、はい、ということでどうですか、打てー、あ、ダメだ、コーノ出ないからダメだ、あ、そうですね、プッシュボタンが出るとやっぱ若干チャンスアップになりますからね、はい、月末に横浜旅行に行くから伊勢崎行こうかな、お、待ってますよ、来たらですね、ぜひお声掛けね、はい、してください、ニコ生見てますと、はい、言っていただけるとですね、やっぱまっちゃんとかね、すげえテンション上がるでしょ、そうなんですよ、うん、今日もね、うん、嬉しかったな、声かけてくれて、やっぱね、そういうのが、はい、やっぱり本当にニコ生を通じてね、なんかこう、はい、話したりできたりするのがすごいいいと思うので、はい、ぜひお声掛けよろしくお願いしますね、はい、池澤さんが金曜日の放送でどうしたんだ高橋、守備位置の指示はお前が出すんだって言ってましたよ、よくわからないですけど、ああ、わかりました、なるほどなるほど、はい、お、まっちゃん、まっちゃん赤くボール光ってましたね、はい、はい、じゃあ軽くね、スペックの方ね、まっちゃんちょっと紹介してもらってもよろしいですか、スペックですか、はい、はい、確率がですね399分の1のマックスタイプとなっておりまして、はいはい、で、まあ、初当たりに関しては、はい、49% で、はい、通常で、はい、51% で、はい、各辺の ST に突入するという、はい、まあ、ガローとかと、そうですね、本当にガローみたいな感じ で、ね、類似するスペックになってますね、はい、はい、で、まあ、コンテンツとしてはキャプテン翼、はい、言わずと知れたアニメだと思うんですが、はい、
まあのね、僕が気に入ってるのはこの南葛編っていうのがいいですよね。南葛編っていうところがツボだと、はい、そこがやっぱりツボを抑えてるなって、ね、なるほど。おなんかこれ熱そうですよ、まちゃん。ちょっとね、僕スペック説明に夢中で見てなかったんですけど、これどうですか。字とは文字はそのままかな。ダメ。あでも字と置くんだからね。はい、うん、おこれちょっと期待、いきますよ。ちょっと期待できる、ちょっと期待できる。はい、熱そう。ニコラ見てません。見せる場所聞くコメントが出ると某店の放送じゃないのに NG ワード言うはずかと思う。ああなるほどね。このアニメは友達を思い切り蹴飛ばすアニメでよろしいでしょうか。まあまあそうですね。そうですね。めっちゃ吹っ飛びますから。思いっきり蹴ってますからね、はい。タッチとキャプテン翼どっちにはまりましたか。いやキャプテン翼ですね。僕もキャプテン翼です、ね。僕はどっちかというとタッチの方が。でもタッチも面白かったですよね。さあ、まっちゃんはどうですか。いけー、うん、これちょっとうわー期待できるんじゃねえ、うん、慈瞳くん。さあ、カセットコンロが出るかな。あ出ない。おっ、おーまっちゃんゴール。ゴール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 。先制点決めました。さすがですね。早いな。何回転ぐらいで当たりましたか。10回転ぐらいです、ね。はい。20回転ぐらい。はい、おめでとうございます。ガロー、マジか、ゴール早いな。やっぱり他の店とは翼愛が違うな。びっくりしました。そう、あのね、うん、翼愛がもう全く違うんでね。全く違いますね。本当にもう全然キャプテン翼やりたいぐらいですからね。はい。あと赤カットインとデカボタンだけだ。そうですね。もうボタンも出なくても当たっちゃいましたね。ボタン出なかったですね。はい。赤カットインすら出なかったですけど。はい。池澤さん面白いな。 MC うまいし、おにぎりもう息してないで。そんなことないですよ。こんばんは。どんだけ好きなんだよキャプテン翼。こんばんは。どうも大好きですよ。松本さりげなくこっち見んな。なんだ手入れかまっちゃん。指定してない間に、チャージしてたんですかと。あ、引きをね貯めてたんじゃないですか。貯めてたんですよ、はい。出たタイガーショット。お、これ勝てばいいんだろ。勝てばいい、ね、タイガーシュート対ドライブシュート。さあ、ふっ、あー、ダメですね。まだわかんないな。まだわかんない。レナレナ、あ、ここガロっぽい。さあ行くか。いけー。あー、残念。キューが強えな。はい、やっぱね、伊達に腕まくりしてるだけないですよね。キューは今日は当たり早かったね、おめでとう。銃こすりとか早漏だな。松川おめでとう、早いね。今日は欠席します。おやすみなさい。おやすみなさい。まっちゃんのこの引きは翼愛ロベルト。今日は電圧上げ上げですね。圧力キューベイワーカットこんばんは。惜しかったな、うん。高橋名人どうしました。まだですか。あ、まだですね。はい。お、あ、疑似連ですね。金曜日の放送でおにぎりが池田さんたちに、心中穏やかではないなって、煽られてましたよ。なるほど。やっぱ他の店とは電圧が違うのがダメダメでしたね。知ってた。根本こっちと松井何やってんだ。コンロなしでも当たるんですね。と当たりますね。まあ僕見たことなかったですけど初めてですね。コンロなしで当たる見たのね。そうですね。大体出ますからね。最後ね、結構ねレアだと思います。はい。キャプツバの稼働はどうですか。あ、まあ、うん、そこそこやっぱりルパンの方がいいですけど、ね、ルパンの方が若干人気があるかなって感じですね。まっちゃんここで、ジョンカビラのモノマネしてください。え、何ですか。ちょっと待って、え、どんなんやったっけな。分かるんだけどどんなんやったっけなって今こっちにめっちゃ助けてっていう目でね。まっちゃんがアピールして頭飛んでもうた。どんなんやったっけと思って、あ、思い出した、思い出した、いいんです、おみたいなことですね。そうそういうことでしょ、うん、そういうことでしょ。お二人はスカイラブハリケーンをリアルに実践しましたか。あ、しましたね。あ、子供の頃僕もね、弟としました。ほんとキャプテン翼好きですね。これ RTC みたいなので当たるとすごい目立ちますよね。あ、そうなんだね。コンロなしあたりは、お尻が浮きそうですね。お尻浮くね、あれは。キャプツは本当に面白くない。そうですかね、うん、
そんなことないと思うんですけどね、個人的には、まあ、もうちょっとでも作り込んでほしかったですね。ああ、そうですね、うん、池澤さんはマクロセーフ登場で翼の稼働は落ちると予想してたなと、うん、ああ、なるほどね、もう当たってる、いきなりのまっちゃんの無言、親分の実況入りの翼配信とても楽しかった、試合見てるみたいだった、今日もよろしくお願いします。 ありがとうございます、はい、伊勢崎の、電圧は友達なんですか弟としてしたのまっちゃん、そうです、はいね、はい、まっちゃんも当たってるやん、当たってますよ、そうなんですよ、まあ、ちょっと残念ながら単発なんですけれども、まあ、この時短でね、まあ、そうです、引き戻せば、はい、ST 入りますから、はい、うん、7C 入りますか、 7C 入らないですね、あ、入らない、すみません、はい、僕この間キャプテン翼打った時にですね、はい、単発だったんですけど、この時短でですね、はい、引き戻してそこから9連したんで、ね、おまちゃんもそうやっていいところをね、見せていただければ、そうですね、はい、まちゃん彼女はどうなん、彼女ですか、うん、どうっていうのは、まあ、普通に仲良し、仲良くやってますか、はい、仲良くやってますよ、はい、キコちゃんでキャプツバ当たるイメージはしてるんだけどなと、森崎と石崎めまあ活躍してくれないですから ね、なかなかね、いい加減にキャラを 3D にする風潮をやめてくれないかな、あ、まあね、ポリゴンは ね、なんかこの方がね早く作れるみたいですよ、あ、やっぱり、ね、あの原画をこうやっていくよりもポリゴンの方が制作時間が短くて済むみたいですね、松木また当てろ、はい頑張ります、はい、この前ガラを打ったら通常引いたんだけど2回転で引き戻した、もうこういう展開最高だよね、早くジノヘルナンデスの右腕を砕いてくれ、わかりました、ニコニコ動画で森崎ファインプレー集って、動画見たら森崎がかっこよく見えるよ、そんなのあるんだね森崎ね、努力家ですからね彼は、森崎は、ただ才能が全然ないっていう、あ、才能ないけど努力でなんとかしてるみたいな、まあ、言うても準ゴールキーパーですから、正ゴールキーパーは若島です、違う、若林スーパーグレートゴールキーパーです、結婚はアマちゃん、結婚はちょっとまだね、あんま考えてないですね、はい、まっちゃん得意の石崎くんのモノマネしてくださいあれじゃない、顔面ボール受けないと、うん、顔面ブロックの石崎、うん、僕が欲しいのは球じゃない、 I steal your money、早くデューターミューラーの股を抜いてくれ、うん、三浦ね、高橋選手フェイスオブ森崎見せてください、わかりました、森崎君は、一応中西より格上だからね、あ、確かにね、音楽が、テンション上がる、当たってなくても、あ、あの歌ね、ダッシュダッシュダッシュね、あれはテンション上がるよね、あちゃごめん、まっちゃんに声かけたのにライターもらうの忘れて帰ってきちゃった、またまっちゃんに声かけたらもらうわ、あ、ぜひぜひお願いします ね、 そうですね、はい、ライターの話すればよかったですね、そうですね、森崎は若林曰くスーパー頑張りゴールキーパーだそっちの SGGK、まあ、なんかそれちょっとバカにしてますもんねそうですね森崎をね、うん、友達もいないのに結婚できるわけないだろう、単発ってなんでわかるんですか、あれですST に入らなかったからです、そうですね、はい、まあ、大当たり入賞時というか、まあ、大当たり中とかにですね、格上に入るか入らないかね、はい、演出がありましてそれ入らなかったですね、はい、ということでまっちゃんは、抜けましたね、はい、通常時に戻りました、逆保留まだですか、キャプテン翼さんの逆保留ってあるんですかねあ、サッカーボールがね、ちょっと1回で、いや、それ分かりにくい全然分かんないです、うん、ガロみたいな、でもあのガロ保留、ガロだったらガロ保留あるじゃないですか、はいはいはい、あれがゴール保留っていうのがね、キャプテン翼さんにはあります、あれは激アツですね、はい、和骨どうもこんばんは、昨日1発でストレインアーマー発見して打ってきたけど相変わらずケース台でした、なるほどね、もう時短終わったの早いな、結構早いですね、はい、そうですね、この前時短で引き戻して ST 出してたよね、テンパイすらしなかったの、圧力ライターってまだあるの、別に欲しくないけど、いや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 まだ若干のね、まだね若干の余裕はありますね、たっぷり残ってますね、ぜひ伊勢崎でね取り来てください、はい、ああダメですね、フェニックス保留が確か 80% あるよ、ああそうですね、あ、そんなにあるんですね、はい、ありますね、
この前ボールにメッセージが書いてある保留で外れたぞ。あ、そんなのもあるんだね。フェニックス見たいですね、うん、フェニックスを。まあ個人的にはなんか7点よくするなぐらいのイメージしかないですね。あ、高橋店長がボールがくるりと言ったらくるりなんだよ、分かったか松原。はい、分かりました。でも本当になんか分からないぐらいでそれ3世がやってたら本当すごいですけど ね、まあ、でもガロの時あったんで、うん、ありそうですけど ね、まあ、そうですね。どうなんだろう、うん、すき家のネギ玉牛丼にもう一つトッピングしたいんですけど、おすすめのトッピングってありますか？ネギトロ、ネギ玉牛丼、ネギ玉、ネギ玉なんでまずチーズはないですね。あ、チーズなし。卵とチーズは合わないんで。あー、チーズ以外でキムチ。あ、キムチはありかもしれないですね。キムチ良さそう。あ、辛いの好きなんで、うん、とろろもちょっとやりすぎ感ありますよね多分。まあでも無難に行くんだったらキムチかな、うん。マクロス F、周りの近隣店は導入してるのに石崎店は導入をずらしたのには何か戦略があるんですか？ああ、そうなんですよ、来週ね、窓マギを増大するんですよ。おお、なるほど、はい、はい、それを一緒に入れようと思いまして。なるほど、それと、はい、緑来たよ、緑、緑、マクロスを一緒に入れるってことですね。あ、高橋店長は緑を入れる、緑来ました、ね、はい。ここから赤になることもありますか、うん、あ、これ赤になるダメなやつ、ちょっと弱そうですね、はい。全回転出してください。全回転ね、みたいな。最近のキャプツバは、セグウェイ上ドリブルっていうのがあって、ボールの上に乗るだけで移動できる神技があるんだよ。なんだそんなのあるんだ。そんなのあるんだ、すごいね。店長はヒサロ行ったんですか？はい、ヒサロ行きましたね。お、赤、これはいいんじゃないですか、高橋店長。これは良さそうですね、うん。それ熱戦だよね、やっぱ熱戦か。あ、部活、部活、部活。いやでもこれ絶対発展はあると思いますよ。伊崎を捕まえろ、はい。キャプツバといえばガッツが足りないだよな。高天質問です。はいはい。新しいマクロスのパチスロのボリューム調整ってできるんですか？パチスロ、パチスロですか？パチスロですね、確か。 できたと思うんですけどね、はい。ガッツが足りない。ネギ玉、キムチ牛丼か、うまそうだ。伊勢崎店窓巻き増大、すごいっすね。窓巻きは普段打たないけど。あ、来たよ。おーおーおー。さあ、高橋店長発展ですね。発展しましたよ。はい。抹茶も何気にヒューガーとのバトル。はい、そうなんです。これはちょっと2人ともそうですね。全員で攻めてるよ。はい。今なんかでも V になってたよ、こう。本当ですか？いや、本当 V にみんな並んでたの。おお。気のせいかな。ちょっと見入っちゃう。でもこれ東邦学園だからね。そうですね。暑いよね。まっちゃんがもうヒューがでもダメでしたね。はい。はい、僕はちょっとあっさりと。出た。出た。石崎くん。エビ。おーあっとこれ。この後翼に。おーおー、赤。このリーチよろしいんじゃね。出たさあ、これ4大エースの1個じゃないですか。ドライブシュート来た、はい、思い切り友達を蹴ってほしい。さあどうでしょうか、高橋店長。いいね、いいね。来るか、でかい、おー、決まりました、高橋店長のゴール。ゴールゴールゴール、今日は早い。ゴール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 、おめでとうございます。やっぱね、つばさいですよね。すごいな。まず1点です。まず1点。はい、まず1点。まず1点。まあ、これでね、前回と並びましたから、はい。あとはね、次に入ることを祈るのみと。そうですね。はい。あ、はい、まあまあまあ、おー、当たった。おめー、ゴール。綺麗な展開だったな。あ、やっぱね、愛が違うんで。そうですね。ゴール早。しかし単発、たも、20分で旗取り2回とか早いですね。そうですね。ST 入れろ。ゴール。まあ、ちゃん、卵とチーズ合わないって言うけど、チーズオムレツ美味しいじゃん。
あーそうか、うん、それにすき家のチーズ牛丼に温玉は絶品だぞ。あこれでね、うん、翼だったらいいんですよ。あーレインボーですよね、うん、翼ね。だいたいね新田くんなんですよ。あ新田はねはやぶさシュートしか持ってないんでね。はい、バイホンはルパンが満席でキャプテン翼ガラガラですよ。まあ、お店によってね差はあると思いますけど、ね、最悪や。大体でもここ行きますから高橋店長、大体新田くんですから、うん、大丈夫です大丈夫です。まだまだチャンスあります。いや新田じゃ無理ですよ若林は。そうですね、スーパーグレートゴールキーパーですから、うん、1が4つ揃ったかと思ったら11のリーチは。そうですね、これは広く向かって、お盆に私の行き地が来そうなのでキャップ妻打ってくれと言って5人連れて行ったんだけど帰ってきません。私の行き地見なかったですが、うん、あーちょっとダメですね。いやそら無理やろ、うん。皆さん部活やってましたか。やってましたよ。やってましたよ。何やってました。私テニス部です。私野球です。まっちゃんテニスの高橋選手は野球ですね。はい、松山ひろ君そうですね。なるほど。高橋店長がキャプテン翼書いてるんですか。そうですね。ミドルにも当たるんやな。そうなんですね。最近の台は6個数字が揃うのかと思ったら11の当たりだった。そうですね。何なのこの初当たりの感謝。ここキコーナじゃないでしょう。2時からが勝負なのに、うん、松木さん並みにゴールの声がうるさかったな。それだけ盛り上がってますからね。そうですよ、やっぱ ね、はい、愛が違うんで、ね、愛が違いますからね。もう声もでかくなりますよ、はい。キーパーが森崎なら、みんな同じ顔やなバラバラ。イレブンズガラって熱くないんですか。いや多分11より10の方が熱いんじゃないですかね。多分そうですね、うん。早めさシュートを低空で打て、新田くん実、世界には届かなかったテニス、単発なら伊勢崎にお任せ、嘘でもサッカーっていう、まっちゃんのテニスは公式ですか。いえ軟式です。あっまっちゃんの手じゃなくて丸2数でしたね。丸2 2数でしたね、やめろ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 普通に聞き間違えたよ。しかしゴール八雲のいいな。これ八雲のいい。八雲のはかなりいいです、うん。高橋店長はボールが友達ですか。あもちろんそうです、はい。キャプツマのせいで当分ボールとは絶交したい気分になってそれおもろいな。キコちゃんでキャプツマの SE をほとんど見てない気がするが、そんなことないですよ。先週のあのタウンライトとかね、まあ、結構連チャンしましたから、ぜひあの録画見てください。銃でテンパイすることってあるのかな、見たことないけど。そうなんですよ、まあ、あるでしょうね。あると思いますよ、ね、燃えてヒーローはよう、ああ曲ね。お緑保留。お、また緑ですか。はい、でもね、ST 中の緑はやっぱ若干弱いかなっていうところはありますね。それはガロ金色も一緒ですね。ガロを継承してますね、その辺は。はい、うわ緑でテンパイしないんだね。しないですね、ST 中だと。 ST っていうか時短とかは。今回の緑保留期待度どれくらいですかね。いやそこまで高くはないと思いますね。キャプツバってさ、なんで足クソ長いんですか。いやほんまにね、12頭身ぐらいありますからね。当たりの時に出る焼き物って虫取り網ですか。あーそうですね。オーバーヘッドシュートって技なかったでしたっけ。ありますよ、はい、ありますあります。キコーナと他の店どっちがおすすめですか。それはもうキコーナに決まってるじゃないですか。そりゃそうっすよ、はい。スーパーヒーローはよ、ST 中の燃えてヒーローの駆け抜けろは ST も駆け抜けそうに思うのは自分だけですよ。それ結構マイナス思考ですね。ボールは友達、蹴っても、このドロンコにしても文句言わないからね。時短と ST では保留の信頼度変わりますか。いやそこは多分似通ってると思いますけどね。ただ通常と ST はやっぱちょっと違うと思いますね。そうですね、はい。7点は熱いよね、はい。パチに詳しいあっちゃん、知ってたら教えて。ルパンの保留レベルが7と17で終われば確定なんですか。あーどうだろう。あーどうなんすかね。ちょっと出たことないな、それは。もしかしたら熱いかもしれないですね。燃えてゆきち、翼の中ではどの曲が店長のおすすめですか。いや燃えてヒーローですよ、まあ、間違いないですね、これはね。
マイナス500機構でも機構内がおすすめでしょうか。頑張って回収してください、はい。燃えてヒーローの歌詞の中のチャンバって何ですか。チャンバってあれのことですね、ボールのことですね。そうなんですか。いや、わかんないです。チャンバも走るですかね。はい、まあ、何なんですかね。チャンバっていうのはね、翼の、別のニックネームです。みんなだよ、みんなって意味なんですかね。あ、そうだ、みんな、キャプテン翼はダンミンチ先生がセクシーポーズで翼くんを誘って行ってミルクすれば激アツだと聞いたんですが、そうでしょうか。ほぼ合ってますね。はい、チャンバはばあちゃんだよ。ばあちゃんじゃないでしょ。絶対違う。シースーみたいな感じ。だってばあちゃん走ってるのおかしいでしょ。ばあちゃんのことかと思った。沖田博之ですが、まだ俺の曲の印税振り込まれてないんです。店長、帽子は何個持ってるんですか。帽子は30個ぐらいです。30個結構ありますね。はい、チャンバって記者じゃないの。記者、カメラとか撮ってる人ってことですか。誰かググってほしいですね。ちょっと答えを知りたいですね。チャンバって高橋店長のことじゃないんですか。まあそうとも言いますよね。店長、俺たちはチャンバ。俺たちはチャンバ。ばあちゃんだって作曲者が語ったらしいよ。あ、そうなんですか。ばあちゃんの業界用語らしい。それが答えなんだ。初めて知った。ばあちゃんも走るよってことなんだ。赤来ました。赤ですか。ボールが一瞬赤くなった。はい、じゃあリーチはかかりそうですね。あ、かかったよ。はい、ばあちゃんのことイコールチャンバー。チャンバー池田店長に。また新田君だよ。みんな今ウィキペディア調べてんだろ。チャンバーはばあちゃんで合ってるよ。ばあちゃんが走るぐらいすごいって意味。あ、そういうこと。ちょっとみんな勉強になったね、これね。ちょっと小ネタで使えそう。あ、ダメですね。高橋サンバ、松原サンバ。こんばんは、まっちゃん、久しぶり、元気だった。はい、どうも、元気にやってますよ。はい、ありがとうございます。店長はアンチに行ったですか。アンチの新田ですか。新田君アンチですか。いやいや、アンチではないですよ。アンチではない。アンチではないですけど、やっぱ決定力に欠けますよ。あ、なるほどね。じゃあ一番好きなキャラクターは誰の。これ難しいんですけど、非常に難しい。私シュナイダーが好きですね。シュナイダー、はいはい、外人ですね。まっちゃんは。僕ね、今びっくりしたんですけど、僕もシュナイダー。本当ですか。ファイヤーショットがね、かっこよすぎて。西ドイツの皇帝ですからね、彼は。チャンバって警察らしいですよ。店長がボール蹴るとパンクしますか。パンクしますね。もうすごいパンクをします、ね。森崎くんってドラゴンボールで言えばヤメちゃんみたいな感じですか。いや、クリリン。クリリン。クリリン一応地球人最強ですから。ああ、なるほど。そろそろ仕込んだしようかな。カールだろう、JK。カール。あー、カールってなんかいたな。ドライブシュート完成させる。早く高橋店長と松原さんの反動収束人口を見せてください。あれ結構難しいですからね。VFX 出してください。昨日伊勢崎店のお店に行きました。ありがとうございます。行きました。ありがとうございます。キャバクラのお店ですけどね。あ、キャバクラ、そっちかい。そっちかい。ぜひね、今度お立ち寄りください。キコーナー伊勢崎店ね。イケメン。クリリンのことか。まっちゃん、テニスしてた時に必殺技ありましたか。必殺技？何サーブやっけな、あれ。あのね、はい、ちょっと逆方向にバウンドした時に行くサーブがあります、ね。非常にスピードは遅いんですけど、ね、はいはい、いや、まっちゃんね、あのエア K って呼ばれてたのエア K、錦織ですか。はい、エア K って技の名前ですからね。誰ですか、錦織って誰ですか。この間世界一になってましたけどね。カール・ハインツ・シュナイダー。あ、そうですね、西ドイツの皇帝ですね。この台で当たったらサッカーボール柄の銀玉が出てきてびっくりしたよ。そんなことあるの。さあ、どうですか。ダメですね。まっちゃん、久しぶり、レビオッサー。どうも、レビオッサー、頑張ってますよ。松本、いい加減にしろ。カールがシュナイダーだろ。カール・ハインツ・シュナイダー。あ、そうか、うん、別の人が思うんだ、はい。俺はカルツ推し。カルツ、あ、カルツね。あ、カルツ知ってる。
ツイストサーブか、まっちゃん。そう、ツイストサーブ。松中のクリリンが元気ですか。元気ですよ、はい、ツルツルですけどね。店長はキラ監督と会ったことありますか。ありますね、沖縄でありますよ。沖縄で沖縄で、あの小次郎が修行してる時に、カールってカールおじさんしか知らない。俺が一番好きなのはカルツの爪楊枝。あー、わざし、わざしカルツですね。なんか加えてますよね、カルツは。全然ついていけない、見てなかったから。もうね、あっちゃんね、ちょっとね、今度漫画見てきてよ。漫画何巻ぐらいまであるんですか。結構あるよね、うん、40巻とか結構あります、ね、あるある。あ、じゃあまたいろんな変があるから。あー、でも最近までやってたりしてるんですよね。はい、まだ。なんかあの翼が喧嘩するやつ知ってます。中学生時代に。知らない、知らない。知ってん。あのボクサーとね。そう、サナエを奪い合ってね、ボクサーと喧嘩するんですけど、うん、ドライブシュートを決めて骨折ったんですよ、相手の。もうね、狂気ですよ。そう、完全な狂気ですね。翼が本気でドライブシュートを喧嘩で使って骨折るっていうね。一番ね、あのサッカー選手としてやっちゃいけないことだよ。やっちゃいけない。しかもあの女をかけた戦いみたいなね。そうそうそう、でもね、いいんですよ、若いから、若いからいいんですよ。まあね、それ中学生、うん、中学生でやっちゃうっていうね。残念ながら燃えてヒロの、あれ高校生の時じゃない。あ、高校でしたっけあれ、うん、そうだからな。歌手の方亡くなられて。あ、そうなんですね。今日アップルシード打ったけど、わけわかんねえぞあの台。まあ、ちょっとね、アップルシード、ね、そうですね、複雑ですよね、ちょっと特殊ですからね。そうですね。36か38なはず、この台の漫画は。あ、じゃあ結構出てるんだな。次のあたりは、はい、次のあたり何分後ですか。もうすぐですよ、すぐ当てますよ、はい。ネット突き破れる威力の蹴りだからな。そうそうそう。あ、それはね、うん、骨折しますよ。そうですね、それは骨折します。傷害事件発生。友達を凶器にするのか。そうそう。ボールね、もうね、うん、言ってることとやってることめちゃくちゃなんです。めちゃくちゃなんですけど、彼はサッカーがうまい。そう、まあ、うまい、ね、めちゃくちゃうまい。うん、圧力サッカーボールの真似はもう結構だ。いや、中3の時だったよ。中3でしたっけ。友達を犯罪の道具にしたのかよ翼。薬物のネットも破れますか。いや、破れないですね、これは。頑丈に作られてますか。はい、まあでもね、今日はね、30ゴールぐらい決めてる台とかもありますからね。すごいね、結構すごいですよこれ。なかなかね、サッカーで30点取ろう、ね、30点取るのは ね、 ね、なかなか難しいかもしれないですけど、サッカーコールドがないですからね。気候の伊勢崎店に来ればね、30ゴールぐらい決められるかもしれないんでね。厚六は青も似合うよね。あ、 T シャツです、ありがとうございます。俺の友達は狂気にもなる。和子、今来ました、こんばんは。はい、どうも。プリン食べながら見てます、頑張ってください。あ、いいな、はい、頑張ります。実際にネットって突き破れるものなんですか。いや、どうですかね。どうですかね。でもあの中学校とかのゴール破れたりしてるとこなかったですか。あ、もうそれすでに破れてるっていう。でもそれ破れてるってことは誰かが破ったってことじゃないですか。ああ、なるほど。あ、翼の真似がしたかったんですね。実際にネットちょっと突き破れるものなのかどうでしょうね。アップルはあかんな。あっちゃんの髪の毛は取り外し可能って本当ですか。本当です。45分で30ゴールは難しいけど、12時間あれば30ゴールも入るだろうか。ボールは友達、改めホールは友達。圧力ライターでゴールネットあぶってきた、やめて。稲妻イレブンのゴールネットは最強だった。稲妻イレブン、カミソリシュートなら破れるよ。来た、カミソリシュートですよこれ、うん、あのね、はい、これがですね、噂のザルキーパー森崎くんです。ザルキーパーの力です。あっさり入っちゃいますね。はい、まあね、森崎くんいないとね、うん、結局一方的な試合になるんでね。ああ、そうか、確かに、はい、そうですね、そこでバランスが取れてるんですよね。そう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 、ハサミ使って切ったんだよそれ。ネット突き破る威力のシュートを受けたら死ぬらしいですよ。
カミソリシュートでヒゲ剃ってるからシェーバーいらないわ、早く池澤イレブンと高橋イレブンの試合を見せてくれ。あ、いいですねそれね、パイオツは友達ですか。まあまあ友達ですよ、はい。ボールにカミソリ仕込んでるんですか危ない、もう狂気です、ね。うん、森崎くんだって、SGGK だぞ。そうそうそう、何の略やろな、すごい気になる。スーパー頑張りゴールキーパーそうか、頑張る方。でも森崎くんはプロになる、なるけどね。あ、最終的にはプロになるんですね。あ、なるんですね。あ、そっちの方見てないんだよね、あんまり。私もね、あんまそっちの方は詳しくない。最初の方だろうは結構見たんですけどね。あー、キーパー森崎くんだから取れない。抹茶のお母さんがゴールネットを夜鍋して直して抹茶を育てたって聞きましたよいや、悲しいわそれやめて。この前ね、はい、あの久子から、はい、ブドウが届きましたね。お、ブドウ作ってるんですか。いや、愛知は結構ね、ブドウ、まあまあ盛んなんですよ。名産というか。イメージが愛知でブドウってわからないですけどね。あるんですよ。皮ごと食べれるマスカットと、はい、巨峰を送ってくれました、ね。もうすごい、一粒一粒がね、すごいでっかい。美味しそうですね。あつさん、本当にお礼言いたくて、圧力ライターもらってからルパンを 5K で時短引き戻しから1万5000発、今日はおスイッチから1万発出ましたよ。あ、すごい、素晴らしいじゃないですか、本当にね。ぜひその調子で頑張ってください。石崎くんは小中高プロで日本代表のスーパーエリート。石崎くんが、まあまあ確かに、でもそうですよ、ずっと代表ですから。そうですね。そんなすごいね。石崎ってディフェンダーですよね。ディフェンダーです、うん、顔面ブロックを持ってる ね、 ね、はい。オーフのブドウ、え、オーフでいいんですか。あ、オーブです、オーブ。オーブって言うんですか、うん。オーブのブドウが有名。オーブのブドウがね、すごい美味しいんですよ。町のお母さん優しい。そうなん、大当たりの時、薬物のボールとネットって触れてるんですか。摩擦ですぐ壊れそう。触れてます、触れてますよね、多分。触れてるかな、どうだろう。触れてないでしょ。まあ、でも壊れたりとか大丈夫ですよね、はい。キャプテン翼で燃えてヒーローが流れると、途中から私の頭の中ではお嫁サンバにすり替わるんですよ、病気です。なんとなくわかるそれ。恵比寿のマスカットも美味しいんですか。それ違うやつだからね、はい。うん、セクシーな感じでね。松原のは巨峰なんですか。あ、僕のはデラウェアですね。その発音がいやらしいけど、ね、デラウェアの。本当に勝てるアマデジを教えてください。本当に勝てるって言われると難しいけど ね、 なんかね、表現がね難しいですね。それ僕でもマユユは、あ、 AKB ね、はい、相当相性良くてですね、はい、結構遊んでますけど。僕アマだとなんかアリア、被弾のアリアぐらいしかやらないですね、 あんまりアマだと。根本篤弘、高橋大、松崎ひろたか、こんばんは。すね、僕が、僕だけなんか納得いかないですけど、ね、微妙にずれてるね。久子です。ブドウはブドウ園から内緒でもらってきてます。やめろ。やめろ。それ内緒でもらっちゃダメなやつ。お金、ね、盗んできたんだもん。それ、泥棒ですよ。おかんすよ、俺食べちゃったよ。面白い。食べちゃったよ、それ。間違えた。やめろ。松原の、ひろたかだ。はい、そうですよ。はい、まっちゃんの彼女は巨峰ですか。今日、デラウェアですね。はい、デラウェアです。キャプテン、児童なら、当たりそうだけどな。翼は森崎がいるから無理だな。あ、立花兄弟とか東方の反町とか実際の日本代表の監督がモデルなんだぞ。あ、そうなんですか。確かにお嫁サンバ聞こえてくるときあるよね。今日はプロジェクトアームズじゃないの、泣き。プロジェクトアームズ、それはなかなかやらないと思うけどな。スタンドにニセラガーがいるとプレミアらしいですね。ニセラガーってなんだろうな、わかんないな。まっちゃん、横浜来てどこに打ち行ってるの、はい、一緒に行こうよ。僕でも周りのお店がほとんどですね、奄美。あえて今日マクロスちゃうんですか。ちゃいます。
間違えた松本弘中か、おかん盗んできたんやない味見しただけ苦しいわ言い訳が苦しいわ、燃えてヒーロー燃えてエスティ、あずけんが久子の干しぶどうは絶品って教えてくれたよやめろやめろうちのおかんの干しぶどうとかやめろヒーロー、うん、さあなんかちょっと熱い演出になったら教えてくださいね、はい、はい、ピアノ売ってちょうだい、ピアノ売ってちょうだい、なんかね、あずけんがそれを言い出してからね、もう結構このコメントがね来るようになってる、ああそうなんです、あずけんじゃないですかそれ本人じゃない、はい、当たらねえと、まあまあ言ってもマックス好きですからね、はい、もう1回ずつぐらいね、旗さんに言ってくれれば ね最高ですね、皆さんは夏休みはもう取りましたか、いや取ってないですね、まっちゃんも、はい取ってないです、はい、僕も取ってないですね、キャプテンライジングは辛いわ、これぐらい回るだよ、用意してください、松中島そろそろ誰もが大爆発、大爆、大爆笑する話をお願いしますやめてよそのフリー、うん、喧嘩打ってちょうだい、圧力当たんないからなんかして、なんかしてなんもできないけどね僕ね、そういえば特命係長あずけんの姿が見えないな、今日はいないですよ、はい、大河落ち着いてしまいましたね、タイガーショット入る、ね、アトクライターをルパンの ST の90回転でカットインしたらレンチしました、お、いいじゃないですか、そういえばジョーズが復活するみたいで嬉しいです、うん、あ、ジョーズ大ね、パチンコ、あ、ジョーズね、はい、平和、でも平和、メーカーが違うんですよね、はい、メーカーが違いますね、はい、抹茶はもうルパン打ちましたか、ルパンね僕実は打ってないんですね、まだ打ってない、はい、ボールは都合のいい友達、翼ってキャプテンなんですか、いやキャプテンですよ、はい、これでキャプテンじゃなかったらちょっとタイトルおかしいですよタイトル詐欺ですよねそれ、はい、松原広隆、はい、キャプテン翼とかけまして出たじゃあキャプテン翼とかけまして、はい、料理人と解く、料理人、はい、その心はどっちもボールが友達でしょう、あ、普通にうまいね、普通にうまいですよ、マジで普通にうまい、綺麗、ボールね、綺麗、ね、綺麗でしょ、うん、綺麗に整えましたね、はい、若津こんばんは、はい、こんばんは、翼のお父さんもキャプテン、キャプテンっていう野球漫画ありましたよね、あ、あった、面白かった、キャプテン、ストライカー翼、ボールはコナンの武器コナンもね使ってますよね、まっちゃんルパンに移動したら翼当たらないし、まっちゃんはアマデジ派、はい、そうですね、僕アマデジよく打ちますね、あとスロットで言ったら花火とかよく打ってますね、あ、花火ね、はい、松崎しげるさん、はい、違うけど、はい、はいって言ってるけど、はい、森の動物たちも爆笑する話聞かせてくださいそのさ、うん、振りの仕方よ、すごいね、まーちゃん、料理人はボールは友達ではないと思います、そうか、そうか松原ボールは友達とかけまして、めちゃまその掛け合いやめよ、もう掛け合いの流れ、何うまいこと言ってんのよまっちゃん、あ、すいません、マクロスフロンティアやんないですか、マクロスがですね、はい、来週入るんですよ、導入が来週ということなんで、ね、はい、そうなんですよ、今週できない、すいません、浜崎以降壊れやすい役物とかありますか、いやないですね、うん、あれが最高に壊れやすい、はい、マクロスはようね、あ、どうなんでしょうか、ちょっと相模原は入ってる、今週入れ替えだったんでしょうかね、あ、入れ替えじゃないですか、多分、はい、相模原は多分そうだと思います、もしかしたら明日、相模原店でできるかもしれませんのでね、こうご期待ということで、神奈川はマクロス来週なんですか、いや違いますよ、もう入ってます、はい、もう入ってます、今来ました、あつろくさん、今日もめっちゃイケメンですてなわけで振り込みお願いします、あ、こんばんは、いらっしゃい、マクロスの配信見てたらめっちゃくちゃ出そうだな、あつろくわこ、石崎の皆さんこんばんは、はい、こんばんは、
山田くん、まっちゃんにオクラホマ店の事例持ってきてあげて させんや、高橋店長、森崎くんを消す裏ボタンを教えてくださいあー、上上シャシャ、右左右左BA そういうゲームコマンドじゃん。なんかスーファミの時ありましたね、うん、この台は何剣が刺さると熱いんですか。ボールという名の剣ですね。そうですね、薬物壊れても当たってたら打ち続けてもいいの。いや基本ダメですね、うん、まあ、壊れちゃったらちょっとあれですね、うん、そうですね、キャプテン翼のゲームは名作、やったことないな。ないですか、うん、僕やりましたよ。あ、やりました、キャプテン翼スーファミのやつ、はい、めちゃくちゃ楽しいのね。めっちゃ楽しいです。センターサークルからタイガーショット打ったら5、6人吹っ飛んでゴールして、ほんまそうっすよ。しかも突き破るから、ね、ネット5、6人吹っ飛ばした挙句ネット突き破りますから、ね、キーパーも吹っ飛ばしてどんだけすごいんすかそれ現実的におかしいでしょこれ。レベル上げたらそれぐらいいくんですよ。はい、店長はよ、ファイナルフェイスオブ森崎見せてください。ああ、わかりました、それコナミコマンドね。アツオクさん久しぶりに見たらかっこいいですね。収賄買収は実家で作っている桃でいいですか。あ、賄賂かな、賄賂かな、そういえばアツオクさん、イケメンと書くとお金が振り込まれるのって本当なんですか。あ、じゃあたくさん書き込んでみてください。はい、確演中でも、ダメなんだ肘。圧力の読みは誰に似てますか。あっちゃんイケメンです。はい、1万振り込んで、ロベルト・カルロスがキャプテン翼の世界に迷い込んだら活躍できますか。いや、できないですね。次元が違う、次元がレベルが違いますから。懐かしいね、そういえばスーファミのやつやってたわと。そうですよ、ね、あれ面白いんですよ。 あれめっちゃ面白いですよ。はよ、我が名は森崎聞かせてください。超面白い、面白いな、この店は出玉で手間を取らせませんか。はい、取らせません、取らせませんよ。ボールは友達かっこ武器として。松原ひろた、パチが当たらなくてもいいくらい面白い話をお願いします。うん、あのね、まず最後に最後に顔つけようか。あのひろたで終わられてもね、ちょっと困るんで、ね、そうね。あっちゃんは渋くてかっこいい、これで娘は返してくれるんですよね。なんか俺悪いことしてる人みたい。でもキャプテン翼は世界中で人気だよね。そうですよね、世界の一流の選手に翼ファン多いよ。そう、多いですね。それ見てね、それ見てプロになったって人もいますからね。キャプテン翼 VS プレデター出してほしいな。松原ヒロ、面白い話聞かせてや。また減ってるしね、それ。まあ、ヒロって呼ばれることもあるけど、ロベカルはキャプテン翼に登場するよ、名前はちょっと違うけどね。あれ結構みんな登場しますよね、名前が違うとね。あ、そうか、あのロベルトも。ロベルトある。いや、あれロベルト本郷だよ。うん、あ、そうか、本郷アルチュ、演出ロベルト、アルチュー演出いつ出るんですか。ロベルトってアルチュー、まあ、最初ね、アルチューでしたからね。めっちゃ酒飲んでヒクヒクしながらね。ロベルトはサッカー選手だったんですか。もちろん、ブラジル代表ですよ。ブラジル代表すごいですよ。ロナウドみたいな、はい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 、ぐらいの。それがアルチューだと。すますま松原ひ、面白いこと言って。どんどん減ってくな。松原ひは何歳ですか。僕ね、29なんですよ。はい、これってシュワちゃん出ますか。出ませんよ。ミルコクロコップも出るよね。翼は何歳の頃まで漫画になってるんですか。プロになってますからね。そうですね、日本代表で20何歳、はい。あっちゃん当たらないから怖い話して。石崎くんの大ファンはガトゥーゾ。ガトゥーゾって選手がいる。これから友達とご飯食べに出かけてくるまっちゃん、高橋選手はまたすぐに石崎店行くからね。ありがとうございます。はい、残り頑張ってな、頑張ります。あつろくさんって昔石川五右衛門みたいなことをしてたって風の噂で聞きましたが本当ですか。石川五右衛門ってあれ
その江戸時代とかにいた石川五右衛門かな、お金ぶん投げてる感じのあれでしょ。翼はバルサに入団するんだよね。あ、緑保留来ましたね。はい、高橋選手緑保留。コンロについてるトリガーボタンはいつ使うんですか。トリガーボタンはないですね。使う機会ないですね。トッティって選手は PK でキャプツバの技やろうとして外して監督に怒られたんだよ。松葉さん久しぶり。はい、どうも松葉です。はい、今オーランドと戦ってる。またミルコクロコプンの真似して何マハマハ、翼はもう子供いるからね。最新作は最新作は翼に子供ができてるよ。その段階までいってるんだ。まっちゃんのテニスの腕はキャプテン翼では誰レベルですか。新田ですか。そうですね、新田もしくは高杉くんぐらいじゃない。高杉くんいましたね。高杉くん、高杉くん、そんぐらいですね。僕みたいなもんは。松原ひり、はい、松原ひたか、はい、友達の中でめっちゃ受けの話、うん、教えてください。あのね、ロが抜けてるんですよ。僕は気づきましたよ。ロが抜けてますね。見逃さない。まっちゃん、そういえば29歳の公約は実行できそうですか。あの空飛ぶってやつでしょ、うん、まだなんですよね。まっちゃん、ドライブシュートとかけまして。じゃあもうやめて、もうかけるのやめようよ。アツロクさん、またアガー食べてよ。アガーね、関東には進出してこないですね、アガーね。めっちゃ怖い話あるよ。ガラガラの島から声がすると思ったらドラムロイドが遊ぼうよとか言ってた。それは怖いね。レアルから、なんでうちに翼を入れてくれなかったんだとクレームが来た。砂時計保留出してください。砂時計は貞子かな。あ、ガロもあるか。翼はリアルにバルセロナの会長と、作者があって入団してますからね。ああ、そうなんですか。行ったってタッチにもいるよね。いる。松原隆、そろそろ面白いことして。あー、惜しいな。マラヒロタカ元気。むちゃくちゃやな、もう。松隆は早当てて。三杉くんはいつ投入されるんですか。心臓止まっちゃったんですか。三杉くん、あー、三杉くんね、心臓病。いや、もう克服しますから。ああ、もう、はい。アガートですとどっちが辛いですか。あのね、余裕でですです。うん。松原、翼はテニスでネットを破ってたんでしょ、はい、そうですよ、テニスでネットを破ってましたよ。あっちゃん結婚してあげてもいいよ。はい。まっちゃんは木コーナーに移籍する前はどこのチームにいたんですか、はい、僕はですね、あれです、ちょっとまあ大分大分なんか、あ、大分です。はい、大分県に、大分県にいましたね。はい、まあ早く当てて。あ、はい、頑張ります。まっちゃん、キャプテン翼と割りまして、はい、かけましたか。割りまして、割りましてかけるなんて言ったから割る方に行ったんですね。管理人さんみたいな人と結婚したいです。管理人さん、大人しきょうこさん、メゾ一国の大人しきょうこさんですか。いや、いいですね、未亡人ね。ドライブシュートとかけまして、政治家の出現と説く。その心はネットが大きく揺れるでしょう。あ、うまい、うまい、うまいですね。ただネット突き破りますけどね。確かにね、うん、はい、と言ってる間に1時間経過しました。早い、早いよ。早い時間です。もう後半戦ですね。そうですね、前半は終了しましたよ。何の音、すごい音、何の音。お、なんか、まっちゃんの僕の方ですか、今のは。え、高橋店長ですね、多分。そうですね、はい、そうですね、僕の方は何もないです。若林は設定を強くしすぎたんで話の上では怪我させるしかなかった。もう後半戦の1時間だし、ミスイン君投入しようか。まっちゃんベンチばかりだよね、謝ろう。そうなんですよね、ベンチウォーマーなんで。アツロクはいつまで入金の犬なんだ、ずっとですよ。高橋店長、まっちゃん我慢しないで当てていいんだよ。あ、そうですね、はい、頑張ります。最初の行方はどこに行ったのかねえ、うん、松高子、はい、後半戦とかけまして後半戦とかけましてでもそういうの苦手やわ。 ST が見たいぞ。何時に終わりですか。2時までですね、はい、まあ、2時までにちょっとね、格言はね、入れてもらいたいですね。岐阜堂々、あ、
威風堂々もねもうすぐ9月ですかね、はい、導入決まりましたんでね。まっちゃんの手取りを教えてください。手取り、手取りはちょっと教えれないな。まっちゃんだけボールとかけまして、はい、ボールとかけまして、あ、後半戦だったらちょっとできました。あ、後半戦お願いします。いいですか。え、お願いします。後半戦とかけまして、後半戦とかけまして、仕事にやる気のないホフさんと解きます。ホフさん、その心は、はい、どちらも延長はしたくないでしょう。あ、延長さんね。そうです。あ、延長さんと延長ね。そう。あ、なるほど。どう、まあまあうまいね。まあまあでしょ、うん、まあまあだと思います、はい。チームキコーナーは何軍なんですか。え、何軍、チームキコーナーは何軍なんですか。何軍ってどういうこと。ちょっとわかんないな。熱く地元の激辛調味料差し入れてもいいですか。やめてください。お気持ちだけで結構ですよ。そろそろ店もあるのかな。いやちょっとね、さすがに作らないと。欲しいね、なんかね。はい、165万。高橋親分とかけて翼と解く、うん。どちらもキャプテン。なるほどなるほど。なるほど。また2時までとかけました。ちょっともうかけるね。うまい。かけるのやめて。あ、まっちゃんだ。いつから関東に来た。あ、そうなんです。おかしいな。半年ぐらい前からいるはずなんですけどね。前からいますけどね。もうまあまあ立ってる。はい。まつうまいじゃないか。そうでしょ。まあまあうまいな。広崎。まっちゃん、ムク店長の月謝教えてください。なんすか？ムク店長の月謝教えてください。いや、それも教えれないな。うまいこと言わないでいいから ST 入れて。あ、すいません。はい。部活。あー、これあかんねえ。うん。それにつけてもネタじゃなんなの、金玉一つにキリキリマイさ、まあね、こちらはね、ダッシュダッシュダッシュ、うん、まあまあ、 あのパチンコ好きな方はね、本当ね、銀玉一つにね、キリキリマイですよね。キリキリマイですから、はい、上皿にデストかけてもいいですか。やめてください。やめてやめて。ご飯にふりかけかけまして、うまい。まあまあうまいよね。それうまいよね。普通に。店長は池澤さんと豆と年齢同じですか。豆、あ、豆柴さん。そうですね、豆柴店長ですね。いや違いますよ。はい、はい、それをかぶってない、はい、はい、ということですね。まっちゃんって全ての店長の月収を陰で操ってるんですよ。いやそうですよ、うん、黒幕みたいな感じなんですね。そうそう、だから私打ちながらまっちゃんの膝さすってますから実はね、はい、見えないところ、見えないプレイですか、はい、それにつけてもやつかる、最近高槻のお店で見ないと思ったらわらわらわら。あ、そうなんですよ、高槻のね、お店行ってたんですか。高槻の結構大きいお店があるんですけど、はい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 、僕大阪行った時はよく行ってたんで。はい、あ、そうなんですね、はい、俺の月収をダッシュしますね。どういうこと。まっちゃん、木村と世界最強の動物について話したことあるって本当ですか。それ本当ですね。あ、本当の話。はい、鶴見の木村とね、はい、居酒屋で、はい、動物で誰が一番強いんやと。お子供の会話か。ちなみに結論は、結論は、はい、象か熊かっていうところまで至りましたね。あ、白熊、白熊とか。いや、象でしょうね、その2つだったら。え、今ダジャレ言った。象でしょうね、どうでしょうね。いや、面白くないっすね。高橋店長、最強の動物は何だと思いますか。いや、ハンマーバキじゃないですか。動物なんすね。ハンマーバキです。あ、バキね。武装した人間。裕次郎じゃないですよ。あ、裕次郎じゃない。で、バキ、バキ、バキの方。裕次郎がお父さん。お父さん。はい。サイヤロカバ。いや、裕一郎はおじいちゃん。あ、裕一郎がおじいちゃん。裕次郎が親父です、ね。カバかグリズリーだよ。あ、そう。カバっていうの話も出て。いやいや、サイも強いよ。サイ。あ、サイもね。サイも皮膚が硬いですからね。店長、昨日の夕食覚えてますか。昨日は覚えてますよ。何ですか。コンビニでのお弁当でした。はい。あ、おー、いきなり。はい。
最近の大って演出の強さと当選非当選のつながりが弱くなってませんか。うん、確かにね。まっちゃんの月収で高級会社が買えると聞いたんですが本当に買えない買えない。皆さん台をキープするとき上皿に何を置いてますか。タバコかな。僕それね難しいんですよ、はい、いつも迷うんですけど、僕タバコ吸わないんで、はい、持ち物って言ったらね、はい、携帯か、はい、財布とかそういうのしかない。財布はちょっと危ないですね。で携帯も怖いでしょ、はい、だからねメダルとか弾を置いていくしかないんですよね、はい、僕は。あ、なるほどね、はい。最強の動物はハンマー裕次郎だぞ。あとどれくらいで一睡見れますか。もうちょっと待ってください。はい、最強の大阪のおばちゃん、最強は大阪のおばちゃんや。裕次郎は動物で合ってる。最強の動物は、レッツ海王だよ。チャンバも走るの、チャンバってばあちゃんを魚介用語に言ってるらしいですよ。あ、さっき聞きましたね。牧場を。いや松原ひろたかだろう。あっちゃんは大キープはメンマでしてるよね。いやいやしてませんよ。いや松原ひひたかだろう。ポーチ、図工、まっちゃんはタバコの代わりにタバスコをすすってるんじゃないか。この前まっちゃんが土地の権利書で大キープしてましたよ。すごいなそれ。あ、やっぱ立花兄弟は強いな。なかなか暑いの今度。そうですね。これ静岡が舞台なんですか。静岡ですよ。ああ、通りで後ろに富士山がね見えるなと。当たり前だ。あっちゃんはメガネでキープしてましたよね。メガネ取ったら何にも見えないからね。あちゃんどれだけメンマを持ち歩いてるんですか。種類はどれくらいですか。1種類です。酒飲む、酒飲む、飲みながら、パッチはありですか。それはダメですね、あんまり。そうですね。私は上皿にわら人形か釘を置きます。危ないよそれも。圧力保留はプレミアです。圧力保留はプレミアですよね。ちょっと抹茶の本名が松原ひたたかか松原ひしたかのどちらかがわからないのでアンケートしよう。まっちゃんこのボール、この前ボールで大キープしてたよね。してないしてない。まっちゃんが阪神電鉄の筆頭株主って本当ですね。なわけないよ。閉店までもう当たらなかったら高橋店長とまっちゃんがスカイラブハリケーンやってください。あ、わかりました。この前まっちゃんが100キロの近海でキープしてたの見ました。上皿にスライムを置きます。やめてくださいね。椅子に正座して打つのはありですか。それいやー、あーちょっとこう勘弁してほしいですね。そうですね、普通にね座っていただけたら。そうですね。松原ひしたたか、性格悪いぞ。したたかだから。新田俊もうね、新田俊しかね来ないんだよ。もう続く。お、よし。おお、サッカーやってて立花兄弟ってよく前歯折れないねよね。まあまあね、頑丈なんですよ前歯がね。はい、もう一丁、もう一丁続く。あ、3回来ないですね。そうですね、ビジさんならない。3回来て熱戦じゃないとねダメなんですよ。ほら、ノーマルリーチで終わる。うん、コーヒーレジに目をしたのならジャグラーで名前入りしてくれたんですが、そういう教育してるんですか。いや、してないです。はい、あ、ここなんか光ってます。お、あ、ほんまですね。横のランプが光ってますね。なんだこれ。先読みだそうです。あ、先読み、なるほど。椅子に逆立ちして打つのはありですか。できないでしょ。高橋先生、心が温まる台をキープのアイテムを教えてください。心が温まるですか。はい、あ、ちょっと待って。おー、なんかフェリックスですね。いいんじゃないですか、ヒーロー。これで、ね、どのリーチ行くかですよね。はい、雨すごい。店長の好きな AV 女優は誰ですか。相田桃。
結構昔ですね。懐かしいな。VFX なるほどね。セイントセイヤっぽい。あーおーいったよ、いった、おーいった、いけ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 、いってくれ。あーあ、いかないのあれで。あ、いく、いや無理だろこれ。あ、でもヒューがいかないか。あ、そうか、弱い。なんだよ。おい、まっちゃんは野良猫で大キープしてたぞ。セイントセイヤっぽい。演出の種類が選ばれるのでいうと、お当選非当選の決定って同時ですか。多分一緒ですね。はい、はい、それは多分一緒ですね、はい、間ももふる、間もも古いわら。間もも結構知ってますね皆さん、僕も知ってますよ。連打が足りんかったんだな。あ、連打がね、うん、今16連射してないからね。そうですね。ダメだ、緑だもんね。ちょっと弱めですね。上皿に AV 置いてもいいんですか。できればやめてくださいね。間もん分かんない。間もんは父がいい。検索してください。はい。あ、惜しい。キャプツバの台上の真ん中にあるランプが回転と同時に光って熱いのかと思ったら、うん、あっさり外れました。親分、その役物の笛は、笛は実際に吹くとなりますか。んその役物の笛の役物は吹くとちゃんと吹けますか。なります、なりますなりますなりますけど、なかなかこれ開かないんでね、扉ね、はい、なかなかね、はい、開ける機会ないガラス、ガラスがあるんで。そうですね。一枚も進まずしょぼいリーチでこの前当たったよ。まっちゃんおすすめのオナホって何ですか。圧力いつまで大手まんじゅうの真似してるんだよ。店長小室ゆりでしょう。あ、小室ゆりね。いましたね、その世代の時にね。当たらないからもう寝るわ。いや、もうちょっとしたら当たるかもしれませんよ。キャプテン翼の4大演出来ても、4大演出来なくても当たるよね。あ、当たるときは当たりますね。俺の初当たり、右上にタイマー来て翼がリフティングしてたけど熱いのかな。まあ熱いでしょうね、タイマーみたいなのついてね。あっちゃん何飲んでるんですか。僕コーヒー飲んでる。まっちゃんは間ももと秋田家長どっちがタイプですか。いや、僕は間ももしか知らないですね。まっちゃん、青い空の真似してください。青い空の真似。あ、緑だね。そうですね。まあ、そんなに強い予告でもないんで意外とあっさり来ると思うよ。ですよね。はいはい。まっちゃん当たんないね。やっぱりアガー入りますか。あ、いりますか。厳しいなあ。まあまあマックスですからね。言うてもね、うん、そうなんですよ。夜なのに僕が見るのは青い空。ああうまいね。ああうまいな。まっちゃん俺の真似して。俺の真似。、うん、俺の真似。まっちゃんキムカッパンのモノマネ。誰だよ。まっちゃんは得意なモノマネある？モノマネ僕ダメなんですよね。あまり。はい。いやでもほら得意なのいっぱいあるじゃないですか。え？ね、振られたらできるやつがいっぱいあるじゃない。いや全然ないですよ。ね、例えばなんですか？足玉な。ああ、足玉なね、唯一できるんですよ。はい、はい、足玉なだよ。ちょっと似てる。ちょっと似てる。僕は今私やりましたからね。まっちゃんじゃないです。今のは高橋と言ってるんですね。はい。足山なのよ。ちょっと似てる。ボールの真似してふなっしー。ふなっしー。これなんか顔面ブロックしたよ今。まっちゃんクッキングパパの真似よろしく。あ、クッキングパパですか。できますよ。はい。あ、いいですか。はい、お願いします。どうもクッキングパパです。じゃあ次、芦田愛菜。芦田愛菜。はい、芦田愛菜ね、ちょっと似てないかもしれないですけど、いいですか。ちょっとだけ似てないかもしれない。ちょっとだけ芦田愛菜、まっちゃんの芦田愛菜。あ、わかりました。お願いします。
どうも芦田愛菜です。同じどう見て聞いてもクッキングパパと芦田愛菜同じだった。芦田愛菜だよ。似てる。それは似てます。ちょっと似てる、うん。アトロカ今夜の夕食何食べました？僕焼きそば食べました。店長最近買った大きな買い物って何ですか？大きな買い物買ってないですね。あんま買い物してない。あ、してないですね。ボールをモノマネして、まっちゃんダダ滑りのマジックしないんですか？ダダ滑りのマジックね、はい、ちょっとねハプニングがあってね、おそらくなんですけど、はい、ちょっと関東に来る際の引っ越しで、紛失マジックグッズなくすっていう。いや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 、もったいない。そうなんですよね。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。あと今日も素敵な声だね。ありがとうございます。まっちゃんはクッキンググランドファザーの真似してください。こんばんは。いきなり足田プロでお茶吹いた。高橋店長、キャプテン翼のコスプレしてガロ打ってたら注意するんですか？いや、しませんね。あ、大丈夫。ただ、多分聞くと思いますね。なんて聞くんですか？なんでキャプツは打たないんですか？当然の疑問ですよね、これ。眠くなってきた。正確には芦田愛菜のモノマネしてる芸人のマネ。名前言っちゃえばいいってもんで、もんじゃでもいいですよ。まっちゃん、まっちゃんの、まっちゃんのモノマネしてください。あ、まっちゃんのモノマネですか？松原だよ。芦田愛菜は変わらないです、僕。松島、はい、ローマ法王のモノマネ。ローマ法王ですか？あ、ギリギリできるかな。できるか、まあ、微妙なところですけどね。ちょっと似てないかもしれないですけど、いいですか？ちょっと軽くね、はい、どうもローマ法王です。日本語ペラペラ。同じツッコミじゃないですか。ネイティブな日本語だ。個人的に、見過ぎ佐野武史も出てほしかったな。あ、そうですね。ひどいな、まっちゃん、あっちゃんのモノマネやろ。親分、伊勢崎の常連のお稲荷じいさんは元気ですか？お稲荷じいさん、お稲荷じいさん、わかんない。そう呼ばれてる人を僕もちょっと存じ上げないですね。まっちゃん、ダルシムのモノマネ。ダルシムちょっとできないな。あ、ちょっとできない。ダルシムはね、ちょっとできないかな。この台を打ってに行ったって人が嫌いになりそうなんですが、悪いやつですか？いや、すごくね、根はいいやつ、根はいいやつ、応援してあげてください。店でヨガフレームしても許してほしい。あっちゃん、ジャイアンのモノマネ。まっちゃん、犬の糞のマネ。高橋店長、やはり松原主任は清掃員にコンバートですね。彼が清掃に集中してから、塵一つ落ちてない、空いた主任には池澤が入ります。まっちゃん似てるよ、嘘だけど。まっちゃん、東京オリンピックには何の競技で出るんですか？はい、そうですね、迷ってるんですけど、まあ、やっぱり競歩かな。ああ、今日、私のサッカーで出ますから。サッカー日本代表、ね、サッカーで出ます。若手ですよ。お盆に久しぶりにマイホーに巣を打ち行ったら修羅で1万8000枚オーバーして完全に事故りました。おめでとうございます。新田君は努力して左足でもはやぶさシュート打てるようになったので許したい。そう。あ、じゃあ両足打てる。両足打てます。両足打てる。よくやっぱ皆さん知ってますね。お稲荷じいさん知らないの？預けんがポロリしちゃうおじいちゃんいるって言ってたよ。店長、ドラえもんの真似してください。僕ドラえもんだよ。違うかな。どっちかというとドラミちゃんだったかな。似てない？静香ちゃん寄りでしたよね。あ、どっちかというと、どっちかというと。なんで去年のサッカー日本代表は予選リーグで敗退しちゃったんですか？やっぱ店長出てなかったんでね。ああ、なるほど。そこキーマンが、ね、いないとね、はい、やっぱダメですね。そうそうそう。角田さんと会うときにケツの穴はきれいにしないといけないですか？そんなことないと思いますよ。そんなことないと思いますよ。はい。新田は後々若シンマーズと日本代表のツートップと組む。ああ、若シンマーズ、はい、若シンマーズはゴールキーパーです。あ、そうですね、東方のゴールキーパーですね。あ、そうですね。若林かな。若林はもうゴールキーパー。あ、ゴールキーパー。最近伊勢崎に芸能人来ましたか？いや、来ないです。甲子園はどこを応援してますか？やっぱ東海大相模ですよね。やっぱ神奈川県代表ね。東海大相模、頑張ってほしいですね。いいピッチャーがいますからね。150キロだよね。ピッチャーがいますからね。
だ今のところ準決勝までね、はい、行ってましたからね。もう あと2つですよね。あ、赤ですね。赤、はい、だから東海大相模と関東一高と、はい、早稲田実業、はい、と、仙台育英、仙台育英、ね、これが 4強ですから、ね、まあ、頑張ってほしいですね、神奈川大学ね。ケト君、若島津はフォワードにコンバートされるんだよ。へ、そうなの、うん、またゴールのモノマネしてください。ゴール、うん、ゴールもちょっとできないな。若島津がフォワードになったら森崎君ゴールを守るのよ、守りを捨てて攻めに徹するのよ。あ、ダメだ。PKR グランプリの店長の無表情による惨敗の謝罪をお願いします。あ、赤来い赤来い、あ、大変申し訳ございませんでした。清宮君打率5割だよね。あ、すごいですね彼はね。来年まっちゃんが小田原栄頂点の店長になるって本当ですか？あ、本当ですよ。若島津は後にフォワードを兼任する方法。高橋店長、俺ちょっとそれ見たいな。高橋店長、松崎しげるのモノマネお願いします。松崎しげるぞ。完全にね、酔っ払った松崎しげるでしたね、今。あと甲子園詳しいですか？そんなに詳しくないですけど、ね、私めっちゃ詳しいですよ。あ、店長、ね、店長詳しいです、はい、あそこはネット甲子園に出てるらしいね。出てないですよ。でも本当に何でしたっけ、清宮君が出る試合は、はい、本当にもう朝からすごい並んで ねチケット取るの、間なんか6時40分で満員って、すごいな、すごいですよね、なんかそういうスターはなんか久しぶりですよね。そうですね、高校野球でね。新田も若島津の道場を通って若島津流を習得する、弱いけど。清宮君が気候なの面接受けに来たら採用しますか？あ、もちろん採用します。即採用、セブンゾーンみたい。あ、いや、私は採用しません。お、それは何故ですか？いや、野球選手になってほしいから。あ、やっぱりね、世界で活躍してほしい。そうですよ。高橋選手、若島津のフォワードはキャプテン翼ゴールデン23でやって見れるよ。ああ、ありがとうございます。ちょっと見に行きます。そうですね、満喫に。満喫ね。若島津の奥さんは高田瑞恵さんですよね。知らないな。詳しいな。三角飛びは当時誰もが真似して無理だということを知る。わかる。久しぶりに事故ったっていう現場に出くわしました。高橋選手、大名犬3代目のモノマネお願いします。大名犬、大名犬3代目って、色黒の人ですよね、多分。洋食屋さんのね。あ、ちょっと分かんない。今のキャプツバはグランドジャンプあたりで連載してるらしいですね。あ、まだやってるんですね。早稲田実業の試合って全試合1試合目って朝早くて大変ですよね。そうですよね、8時ばっかりですよね。そうそう。店長、ルパンの真似して。ルパン、ルパンだぜ。ちょっとあるかもね。ちょっとある。清宮君は顔がかっこよくないから応援できる。俺は大泥棒だぜ。まだ引っ張るんですよ。小笠原プロでも通用すると思いますか？あ、しますよ、彼を。あ、する。あ、ね、店長、ラガーさん知ってますか？ラガーさん、いや、すみません、ちょっとわからない。準決勝大試合、ラガベス、ミテラガ。まっちゃん、今来たよ、おひさ。はい、どうも、久しぶりです。ひさこ、レビオさ。ひさこ、ひさこはいないですけどね。こんばんは。水曜と木曜に横浜スタジアム行くから、どっちかに伊勢崎お邪魔するね。あ、はいはい、ぜひぜひ。バトラー君いますか？モフモフしたいんですけど。いいよ。いるんですか？何よ、水曜、水木、水木、ちょっと待ってくださいね。水は今、ま、バトラックいます？バトラックはいないですね。あ、バトラックはいない。バトラックはいないです。はい、高橋店長はいます？水はいますね。あ、水はいるそうなんでね、ぜひお声掛けしてください、うん。キャプテン翼見てゴールポストの上に乗ったから審判乗ったら審判員から怒られました。イエローカード出されました。ああ、そりゃそうです、うん。若島津流じゃなくて若島流な、はい。高橋店長、崎陽軒の CM ソング歌ってください。いや、わかんないですね。崎陽軒の CM あるんですね。崎陽軒しかわかんない CM の。
なるほど、ルパンとスギちゃんの融合ですね、スギちゃん。店長、PL から監督のスカウトが来たら迷いますか？あ、いや、絶対やりますね。やっぱりやる。絶対やりますね。はい、久子さんは還暦を迎えてますか？還暦は迎えてないです、まだ。バトラ君の中身の預けいますか？あ、いません。今日、ハマスタのスターナイト行くで。スターナイト、ハマスタのスターナイトなんか何なんなん、スターナイトって何やるんですか？ちょっと分かんないですね。教えてください。キャップツバとか今日はやる気なしか？やる気なしじゃない、やる気はむしろ120%ぐらい、むしろめちゃめちゃ出してますね。はい、まっちゃん結婚式いつ？結婚はね、まだちょっと考えてないんでね。まっちゃん結婚式あげるなら俺呼んでくれんのかな？あ、もちろん。おお、はい、ま、マジで？え、ダメでした。いやいやいや、まさかの、そこは呼ぶところじゃないですか？まさかのダメだったっていうパターン。ありがとうございます。まっちゃんの彼女はマツキンですか？マツキン、マツキンってなんですか？わかんない。あ、ボールが赤い、赤い、ボール赤きました。ボール血まみれ、血まみれ。まっちゃん、血まみれのボール。関西電気保安協会の CM やってください。え、関西電気保安協会。わかんないよ、何それ。え、わかんないですか？はい、CM わかんないです。なんか関東はやってないです。あ、関西僕あんまテレビね、あ、見ない、見ない、はい。疑似連なし。 あれならわかりますよ。さすがっす、さすがっす、さすがっす。何ですかそれ。さすがっす。何の CM ですかそれ。あ、これでね、視聴者の方は絶対知ってます。さすがっす、さすがっす。あ、赤だよ。これね、いい感じっすよ。あ、これいい感じ、まっちゃん。これいい感じ、はい。もう一個いこう。これもう一個、ちょっと待って、もう一個。疑似連、疑似連。あ、こんなに弱い。こんばんは、アツロ君の家から見てます。こんばんは。バトラ君いなかったから、可愛い店員さんモフモフしてもいいですか？あ、それはあかん、あ、それはあかん、あかんやつ、やつ。早くフェイスオブ前園出して。昔ヒューガの雷獣シュート、はい、真似して骨折した友達がいた。ツインシュートで相手の足を蹴るのはデホ。木杉と滝がゴールポストの上に乗って、立花兄弟対策してたから乗っても大丈夫だと思ったのに、ルール違反らしいです。そうですね。高橋店長、今日も高橋店長のどんがりコーンはギンギンですか？ギン、まあまあ、いつもギンギンです。はい。まっちゃん、久子さんを嫁にください。はい、いや、ダメですね。あそこも結婚式呼んであげて。まっちゃん、いつ関西に帰ってくるの？いつですかね。まず帰れるのかな。どうなんでしょうね。スターナイトは横浜のユニフォームくれるナイターだよ。館内の駅員もそのユニフォーム着るんだよ。はい、いや、あ、明日ユニフォームくれる日なんですね。そうなの、もらいに行こうかな。はい、全然ダメでした。そう、結婚全然熱くないの。結婚式熱くにやってもらえばいい。まちゃん、友達を内出血させるなよ、はい、赤堀を。内出血ね。すいません、無駄に。上田彩のやつか。まちゃんはテレビは見ないけど AV ばっかり見てる。そうなんですよ、まあ、AV ばっかり見てるの僕は。ガス給湯器の CM だよ。そう、あ、ガス給湯器の CM なんですか、さっきの。いや、あれなんだっけ、関西のガスの。見たことなかった。知らないの？知らないですね。はい、上戸彩がやってるんですよ。まあ、もう結構前ですけど、ね。あったく冷蔵庫すっからかんやん。スターナイトは1年でハマスタが一番盛り上がるイベントだよ。ああ、そうなんですね。翼くんはボールを友達だと抜かしてます。まっちゃんは右手以外に何が友達ですか？いや、右手しか僕友達いないんでね。高橋選手はまっちゃんの結婚式に乱入して、はい、ちょっと待った、全然喋ってないですけど気になってしまったって奥さんを奪うんですよ。もちろん。久子さんには AV を見つかったことありますか？あ、ありますよ。ヘッドホンしてまして、部屋に入ってきて肩をね、こうポンポン、あ、痛い痛い痛い、それで一言ね、ご飯。あ、触れてくれないやそれ、あれ気まずいやつ。そう、あのポンポンご飯でしたね。なるほどね。その時もうあれ、ズボン下ろしてた。あ、もう完全に下ろしてました。完全に。それアウトですね。最悪です。伊勢崎近いのにスターナイト知らないのは寂しいな。まあ、ね、いや、すみません、さあね、移動まだね半年なんでね。そうですね、移動してきてね、まだそうそう、すごいので当てるんやろうなと。いや、そうですよ、もう当てないと。だって、はい、ここにゃん、スターナイトのチケットは、発売即完売だからチケットないですよ。ああ、そうなんですか。松木、寂しいこと言うなよ、俺はお前の友達だぞ。ほんまですか？
まっちゃん、サイコ店長が今月末に結婚式だけど行くんですか？はい、あ、僕、誘われたんですけど、ちょっと行けないのでお断りしました。はい、左手もいいぞ。高橋店長、私は帰りました。東、私は帰りました。東、うん、ああそうだよ、LINE してたのに返事も来ないのそれは良くないですね。本当腹立つよ。そこはしっかりやらないと、やっぱ連絡はね、ほうれん草大事ですからね。東帰ってこい。うわ、見つかった時は片耳ヘッドホンリモ吉でしたか？いや、ヘッドホン爆音でしたね。はい、AV 見つかった時はどんなジャンルのものを見てましたか？そん時はやっぱ女子高生が僕好きでして。なるほど。そこでなんか変態ものを見てたらね、うん、やばい、親に性癖バレるか。おかんがっくりくるよ、ね。私もに本日ハマスタレフトスタンドにいますよ。結構好きな方多いんですね。いけ。あと30分だぞ。はい、久子その晩あの子も大人になったわねって言ってたよ。ある意味男性あるあるかもしれませんが、まっちゃんの最強レベルですね。そうそうそう。今夜の翼くんお仕事してくれない。久子です。ご飯にする、それともお母さん食べる？圧力と友達になってきてごめん。7折来たらダメですね。何カミングアウトするの？で今日は何回当たったんですか？1回ずつですね。はい、なるほど。 JK が縛られてくすぐられる作品ですね。いい趣味してます、ね。俺の友達はまっちゃんと同じ状況でお母さんにごめんねって一言言われたらしい。久子逆にね、いつも翼くんはお仕事してくれないですよ。ああ、うん、確かに。預けんがごめんって言ってますね。ああ、はい、いやいや、謝っても遅いよ。明日覚えとけよ。だから翼は面白くない、当たらないんだもん。これゼロと同じでしょ、うん、これね、あれなんですよね、ライトミドルで出してくれたらよかった。あー、確かにそれはあるな。遊びやすい方が良かったかもしれないですね。高橋店長は見つかったことあるんですか？いや、ないんですけど、はい、本が隠してるのバレたやつはありますよね。なるほど。机の上になんか綺麗に並べたら整ってたね。はい、去年は伊勢崎モールの商店街でもスターナイトのユニフォーム着てたなーって。ああ、そうなんですね。スターナイトは9時40分までに試合が終わらないとイベントは中止になります。また来年ハマスタで一緒にビール飲もうよ。あ、いいですね。そういうのいいですよね。うちの母親はバラバラにベッドの下に隠してたエロ本をバックナンバー順に机の上に扇状に並べてくれました。優しいですね。優しいね。確かにマックスじゃない方が良かったよね、キャプツバはね。まっちゃん店長好きな AV 女優はさっき言ったね、アイダモモ。店長はアイダモモ。まちゃんはいるんですか？僕、アスカキララさん。もうそれこそパチンコ台 ね、はい、ジューシーハニー出てますけど、はい、翼くん以前に南葛メンバーが仕事してくれないよな。そうなんですね。まあ、確かにね、うん、もうワンマンチームですか、ね。はあはあ、いつバンブルビー6をいるんですか？あ、それはね、ちょっと今週お休みですね。圧力は好きな AV 女優ですか？僕あんまり見ないですね、AV は。あ、またさっきの。あ、さっき読み。赤いよ。お、下が。良さげですね。当たりませんね。うん、あ、ほんまや。炎が。お、赤い。店長、甲子園行ったことありますか？夜だよ。あ、ありますよ。はい、これ熱そう。めっちゃ熱そう。めっちゃ小さい時行きましたね。おう、もう一回、おお、もう一回、レジさん、レジさん来ました。高橋店長、チャンスです。これ熱そうやな。さあ、ボールと友達になれるんでしょうか？決めるぜ、俺は決めるぜ、うん、あ、3点敗。あー、ラインは緑でしたね。あ、いちごから来ないとってメーカー違うでしょ。3か、3点敗ね。これだから、もし当たったら ST 確定ですよね、うん。ああ、立花正雄、
赤文字。あー、はい、来ないね、ちょっと厳しいな。アスカキララは顔変わりする、ルパン入ってかなりトランスフォーマー弾かれちゃったよ、あっちゃんね、ね、実は一人で2台打ってたりしないですか。しないですよ。まっちゃん、絵描き歌いつ披露してくれるのか。絵描き歌、絵描き歌、そうっすね、練習しておきます。あさく日曜日何時から披露すから落とす。朝9時からやってます。反撃してほしいな。反撃はあーしない。こんなあっさり終わるのあれが。でもこっからの発展はしないよ。ない、もうないね。なし。はい、ホールは友達。キレパンダ来ないとな。あと平塚球場に来るんですか。違いますよ、秋コーナー平塚店ですよ。まっちゃん、とうとうムックが壊れたよ。壊れた、壊れた、うん、何があったんですか。実は ST 中の台を用意しているんですよね。いやー残念ながらしてないですね。はい、いや、あと20分で当てますから皆さん。いやー、そうです、頑張ります。はい、まだ試合終了じゃないですよ。はい、あっちゃんの5号聞きたいな。23歳女性。いや、今日はないですね。ルパンってクソ台だけど甘いな。お、下馬評ではルパンよりキャプツバの方が人気があるみたいだったけど、キャプツバはもう誰も打ってない。お、でも下馬評もルパンの方が高かったような気がしますね。いや、と思いますけどね。キャプツバの楽しさを教えてくれる放送と聞いていらっしゃい。そうですよ、今来ました。まだ当たってないんですか。今日は単発が2回ですね。ところで今後、あ、この頃の翼くんたちは何歳なんですか。この頃、今これ今この頃、この頃、その大のこの頃。あ、これは中学生です。はい、中学3年生ですね。はい、この後当たりなかったら全裸でスカイラブな、スカイラブハリケーンか。休憩終わるから仕事に戻ります。頑張ってね。あ、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。もう水木待ってますからね。昼放送何時までの予定です。夕方ぐらいまでやる予定です。キャプツバに、安心できる、演出ってあるんかな。何が期待できるんだろう。まあフェニックス保留はほぼ安心じゃないですか。まあ賛成からとかでも結構ね外れたりするんでね、安心はできないかもしれないですね。まっちゃん当てていいや。はい、頑張ります。すみません。ルパンは演出のインパクトが前作より弱くなった、今はもう40代のおじさんたちですよね。中学生の翼くんもホールが友達。そろそろボールにガロケン刺さりますか。刺さってほしい。今日新ルパン42連してる人の隣で1200まで回して4連で終わった、マックス1回だけだった。もう最近の台は怖いです。まあね、そういう時もあるよな。まっちゃん、館内のキャバクラ常連って本当ですか。いえ、一回も行ってないです。はい、高橋店長、スギちゃんのモノマネして。何、あ、まっちゃん、上赤い、上赤いよ。お、赤保留、赤保留、コインが赤い、聞いた、ね、上がね、赤い、上が赤い、ほら、お、ほんまや、何これ。さあ、まっちゃん、当てることができるのか。これ、期待できるよ、うん。さあ試合ですね。いや、でも疑似ゼロですよ。これは期待できるぜ。スギちゃん、あ、スギちゃん、スギちゃん出ました、うん。通常時ゴール保留来ることあるんですか。ちょっと見たことないんですけど、来るんじゃないですかね。ああ、森崎くん前に 出すぎてハンドでしょ。当てろよ松、はい、上が回ってるのって 60% はあるんでしょ。あ、そうなの、そんなにあるの。赤保留からのあれで、あれで、あれ弱いか、タイか、ないでないで、あれで上ちょっと熱いよ。いや、ちょっと待って、これ危ない、危ない、これダメなやつかも。大丈夫大丈夫、気持ちだよ気持ち、あとは気持ち、頑張れ森崎。いや、反撃はなると思うよ。そうですね、はい、反撃まずね、当て確でしょ、さすがに。その時まっちゃんがスーパーヒーローさ、無理だ。ボールっていつも燃えてるんですか。ボール、あ、これですか、はい、これ燃えてるった気がする。大体燃えてる、はい、いやでもこのリーチはなー。反撃は行きましたね。そろそろ翼くん金色になりますよ。あ、高橋店長もちょっとからのはずですね。オーバーヘッドしたよ、うん、赤エフェクト欲しいな。本当ですね、今日初めて森崎が一つ仕事をした。ザルキーパーが、お、赤、あ、赤エフェクトまで来ましたよ、まっちゃん。熱い、これは熱い、これは熱い、うん、熱い、ドライブシュートだもん。
おお今のところ、おお4段演出来た。でも疑似はなかった。これは来たか。熱いよ、抹茶。来い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 。どうだ、来い。おお抹茶ゴール、ゴール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 来ました。おめでとうございます。やりました。よし、松原選手2点目です。2点目、本日2点目のゴール。 ST 入れて、これ喜んではいけない。はい、あ俺も反撃いったよ。お、大橋選手も反撃来た来た来た。さあどうですか、まだ安心できない、ここからだよ、そこは流れが熱いんだね。ニッパー、ST 入れないと意味ないぞ。そう、ST 入れないと。アベック大当たりあるのか。さあ高橋選手もこれで当ててね。 ST ST 行きたいですね。白だもんね。うん、疑似なしでもいけるんやな。そうね、疑似なしで当たりましたね。はい、さすがまっちゃん。ところで翼くんボールが止まるち、まっちゃんはホールが止まるち、ホールはホールでも別のホール。ああなるほどね、下ネタね、そっちのね。おお来た、高橋店長も熱い熱い熱い。赤エフェクト、あー来たからのドライブシュートか。高橋店長、球が出てくるまで信じませんよ。ああはい、決めちゃうぜ。親分さすがです。松村早い、親分みたいにやってろ。さあマジか。おこちらもスペシャルドライブシュート来たか。おーすごい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 素晴らしい。これが翼くんだぜ。マッチャーも SE をゲット。駆け行きました。ちょっと俺もエック来た。俺も ST 入れてる。そうですね、高橋選手もここで ST 入れて、やハットトリックを決めるしかないですよ今日は。店長おめえ、2時から来ております。はい、ね、2回とも2人同じようなところで当たってる。今のは当たると思わんかった、はい、そうですね、ちょっと弱めでしたもんね。あ ST やった。そしてまっちゃんが ST、事務所で何らかの操作が行われましたがしてないですよ。ようやく見たいのが見れる。スイッチャーズのよっしゃ、マカちゃん獲得。仕込みかよ、わらわら、仕込めたらもっと早く当ててるから。本当に本当ですよ。これ勝てばいいんだろ。そうそう、高橋選手お願いしますよ。 ST 任せて任せて。はい、松井ガロみたいに、速落ち、速へそ落ちやめろよ。ああ懐かしい、へそ落ち、グッサンよくやった。一回やらかしたの、やりましょう、やらかします。終わらないぜ。店長 ST 入れよう。あと頑張りますよ。なんかタイミング良すぎる。あいう、もう本当タイミング良かったですね今日は。びっくりした。はい、ああまあこの後ですよ、この後連打、この後の連打。さあ高橋選手は入っていくのか。どうだ、あーダメかダメだ、強え、球が強え、球が強え。はい、抹茶は ST、 そして高橋選手は時短突入ということでね。あーなんやかー、悔しいな、まあまあまあ、でも100回転ありますからね。はい、家に着いたので今スイッチを押しました。バイ預け、アイーダ聞かせて、へそつき棒スイッチオン。店長あかん、いやいやそこは聞こえなさん、番組終了間際に当ててリスナーに当たりを引きつけて明日お客さんを増やす作戦ですよ。あー預け、ロシアンやな、誰ば来ないの、復活はあるの、復活はどうなんですかね。復活はこれあるんですかね、どうなんですかね、ちょっとわかんないですね。引き戻しお願いします。ヒューガ、まっちゃんはいるし、でも店長あんたはダメだ、キャプツバでロシアンやろ、まあ ST と時短を同時に楽しめるってことで、まあそうだね、翼のへそをそこっち演出見てみたい、それを見たい方はですね、前回の相模原店の放送を見るとキャプテン翼のへそ落ちが見えます。もうやったんです、ね、もうやってます。14ラウンドで復活あるのかな、どうでしょうかね。で結局翼は稲妻シュートいつ決めるんですか。まだまだまだ先です。はい、あずけん、さあラムクリの時間だ、初代チャンス見せてくれ、復活もあるよ。あ復活もあるんですね、一応ね。さあまっちゃんは、格演、そして高橋市は時短に突入です。はい、
あ、これ残り100回転になったらこのゴールデンコービー再びとかなりますもんね、うん、あの ST 中とかもね、はい、はい、私へそ落ちで3で当たってへそ落ち回避した。すげえ。すげえ。これはすごいわ。大体終わるからね、伝説っすね。うん、ここ最近でマイナス 300K ですがどうしたらいいか教えてください。おー、おー、言ってる間にまっちゃん3回目ハットトリック達成。ハットトリック、おめでとうございます。いきなりゴールだよ。37回転。お、お、何これ、何、すげえ。お、これ多分ちょっとチャンスですか、高橋船長。あ、イレブンチャンスはちょっと弱いんですけど、え、でもなさっきの予告、うん、何あれ、11に集合させるよ。はい、簡単だよそんなの。これって右打ちはオール16ラウンドですか。そうです。ちょっと燃えてヒーロー1点張りで、うん、なんだよ。あー、ダメですね。あれでダメなのか。店長、翼がサッカーをやる目的って何ですか。やっぱ友達蹴りたいからあ、ここ最近マイナス 300K なんですがどうしたらいいか教えてくださいというね。あ、ええ、ちょっと違う、あんまやんない台をやる。あ、普段やらない台をね、 やってみたりとかね。あ、またリーチですね、ま、リーチ多いですね、はい、うん、金だよ。あ、翼がサッカーをやる理由は金ね。、うん、世界チーム、おいいんじゃないですか、これ。これなんか良さそうですよ。これちょっと良さそうなやつ。任しとけ。はい、ロベルトと会うためだよ、マジです。お、16連射しないと店長。任して。はい。これちょっとなんか期待できそうじゃない？そうですね。これはちょっと期待できますね。さあどうですか？任せた店長。ちょっと弱かったですね。まあ、ゴール保留とかね、みたいですね。ちょっと ST 中もありますからね。はい、ゴール保留それ見たい、うん、あんの、ありますね、 あ、 ります。あとレインボー保留もありますしね。あ、そんなんもある、ね、はい。関西人はたこ焼き大好き中西くんとかあった。中西君、中西君、分かんない。伊勢崎にはキャプテン翼は何百台あるんですか。16台、はい、16台導入しておりますので、ぜひね、キャプテン翼が大好きな店長のお店で打ちたいという方はですね、ぜひ遊びに来てキャプテン翼打ってみてください。ザルバ保留はよ、店長とまたチェンジしよう。三星から保留見た、見たことある鉄板。三星から保留は見たことないですね。まあ、でも鉄板っぽいですけどね。柄を、引き換え券おじゃす。中西くん知らないとかにわかかよ。いや、にわかっすね、すいません。中学生編読みなさい。あ、 中西くん知ってますよ。たこ焼き大好き、大阪代表のでしょ。あ、知ってるんですね、やっぱり、はい、うん、中西くんは何ですか、フォワードですか。いや、ゴールキーパーですよ。あ、ゴールキーパー、緑はちょっと弱いな、うん、緑ホールになってる、うん、緑はやっぱちょっと弱いですね。そうですね。この前キコーナーの放送でキャプツバで賛成柄出て外れてたよ。まあ1個だけとかだとね、やっぱいろんな他にも演出が絡んでこないとやっぱどうしても弱いですよね。桜木花道はいつ出てくるんですか。スラムダンク プレミアで出てくる。圧力は今日翼くんコスプレしてるんでしょうか。ああ、青ね。圧力の日曜の実戦楽しみ、何打つんですか。あ、ジャグラー打ちます。僕はね、ありがとうございます。ボール柄とかあるんですか。ボール柄、ボール柄はないんじゃないですか、うん。まあ、ボールに色の柄というか、緑とかね、赤とか、レインボーとかそういうのはありますね。俺の友達は若林という名前だけでキーパーやらされてたよ。それかわいそうだね。ザクラーかよ。
ST 中の酸性保留は1分の1だな。100% だ。若林とかこの時代キーパーキャラしかいないしな。桜木花道はプレミアで出るんだ。あんた嘘つきだね。ボール保留の、銀紙が抜けてチョコレート出てくるプレミアありますか。あ、サッカーボールのチョコレートあったね昔。ありましたね。ボールに挑戦状文字はあるよ。打つのジャグラーだけ。そうですね。ミド、アトロクさん、ゴラムとカップラーメン早食い対決やるんですか。あー、できたらやりたいですけどね。あの預けもね遊びに来るって言ってたん で、 あ、そうです。ぜひあの預けに会いたい方もね、今週の日曜日平塚店に遊びに来てください。何これ。あ、これ100回転目で、あ、残り100回転になると、絶対これなる、ね、もう熱いやつかと思っちゃった、はい、次回予告的な、はい。はい、ジャグラでいくら使うつもりですか。ありったけ使いますよ。よし、行きましょう。美咲くん、お、赤、お、お、リーチは行きますね。高橋店長、はい、え、ああ、はい、まあ、地の塀なんですね。若しまつ、ボールに寄せ書きしてあるのは確定ですか。確定ではないんですね。確定ではないですね。ジャグラーっていつもやめとき迷う。わかる。そういえば中1の時全く話したことないサッカー部の3年生の先輩にサッカーボールのチョコレートをご自宅に渡しに行ったことがある。どういう状況それ。あれじゃないのかな、バレンタインデーとかかな。あ、でチョコ渡したとか。あっちゃんは何インチ持っていくんですか。まあ、そんなにないですよ。平塚駐車場ありますか。あ、定型駐車場がありますのでぜひ、はい、ホームページ調べてね行ってみてください、はい。預け放送見てるなら翼をかえるとお願いします。ゴラムが圧力に設定1のジャグラ打たせるの機会。まあどうなるか分かんないですよね。分かんない、さあ残りまっちゃんは70回転。ちょっとねおとなしいんですよね、はい、高橋店長はちょっと抜けちゃいましたね。なかなか入んないね、はい。そうです、バレンタインデーの時で先輩はいらっしゃらなくてお母様に渡したので私のことなど先輩は全く知らないと思う。これちょっと悲しいね。でもね、でもやっぱ中1ぐらいだと恥ずかしいからあれなのかな。まあ、そうですね。ならしは導入しましたがしてないです。圧力も並ぶんですが並びます。燃えて ST 駆け抜けろは勘弁してください。日曜日に平塚に行けば圧力会行き地を先着1000名に配ると聞いてあるんですが本当ですか。嘘です。よし、さあリーチですね。まちゃん、あ、そして翼、緑保留なんでね、はい、あんまり期待はできないんですけど、ただドライブシュートだよ。でも、うん、さあどうですか。あ、どうだ、あー、ゴールゴール来ました。4点目、まっちゃんゴールイエーイ。いやいやいや、素晴らしい。4対2だよ。4対2ですね。この2人の対決はね、はい、ちょっとあれ、みんな ST 駆け抜けなかったですよ。駆け抜けなかった、はい。皆さん、バレンタインにチョコもらったことありますか。あります、あります、あります。まっちゃんは今の彼女とは付き合って、いつから付き合ってるんですか。どうですかね、1年ちょいですね。キャプツバは今日で最後にしましょうね。10連くらいする台を見せてください。はい、お、昼放送遊びに行こうとして圧力にツイッターしたら男は来るなって言われたので違うホール行きます。言ってないでしょ。あーちゃんが勝ったら、来た客全員にジョジョエンおごるって本当ですか。いやいや、おかしいでしょ。あれ青だったのに。サッカーで4対2ってなかなか見ないな。確かにね。そうね。皆さん、ギリチョコじゃない本気チョコですよ。あります、あります、あります、あります。それはありますよね、本気チョコの一つや二つね。あります、僕あの中学生の時に、はい、9個もらいましたよ。すごい、9個相当モテモテじゃないですか。結構多いでしょ、9個って。多いですね、すごい嬉しかったですね。高橋店長何個ぐらいもらうんですか。いや2個ぐらいですね、トラック。
2個ってトラックっておかしいじゃないですか。トラック2個って、トラック2台分、はい、2台分ぐらいね、もうジャニーズ並みですね、それはね、すごいですね、それは。あたたきの役物が挿入に見える。まっちゃん、この台はオフサイドはないですか。オフサイドはないです、はい、大丈夫です。嘘つくな松前。まっちゃんちょっと顔見せて、チョコ9個もらった顔が見たいです。あ、そうなんです。こんな顔です。トラックかよ、わらわら。トラック2個わらわら、キムタケ並みじゃないか。やっぱ数える時、そういう時にトラック1個2個で数える。そうなんですね、なるほど。まっちゃんと彼女が付き合うきっかけは金ですか。金じゃないです金じゃない。チョロ級のトラックですか、高橋店長。チョロ級、うん、バレました。スロットのサブキマン、全部点検しろ。こっちみんな待っちゃう、はい、いや、やっぱこの歌が一番いいな。やる気出ますよね。あとだって、アイだってあれでしょ。アンバラララララララ。ああ、いいですね。トラックでもらったチョコレートは溶かして転売したんですか。まっちゃんのお顔を拝見しましたが、9個はギリです。そうですね、そこに気づかないタイプのお顔でした。おそらくあのギリだと思います、うん、はい。まっちゃん、プラコッテ。あ、プラコッテ、どうも。高橋、久しぶりですね、この、はい。タンクローリーにチョコの原液溶かしたやつ2台分ですね。俺東京ドーム1個分ぐらい。どんだけもらってんだ本当にもう。まあまあやりますね。でもなんかチョコレートをもらうよりもなんかケーキ、はい、みたいなのを手作りでもらった方がすごい印象には残ってますね、僕は。なんですか、パウンドケーキとか。それあれ、うん、夢じゃなくて。いや、夢じゃないですよ、もらいましたよ僕も。若かりし頃はですね、リアル日本代表の試合でも燃えてヒーローを歌えば盛り上がるのにね。あ、確かにね、絶対盛り上がりますよ。この台の復活ってどうなんやろう。ゴールした事実を聞かず方法が思い浮かばないか。あ、復活大当たりね、うん。店長はそれで糖尿病になったんですか。あ、そうですね。チョコより金くれないかな。いやいや、それはちょっと違うでしょ。まっちゃん、ムック店長寂しがってるよ。あ、寂しがってる、やっぱりね。高橋、僕がいないとダメなんですよ。なるほど。高橋店長のチョコレート、上野のお菓子の2期の2期に売ってたの見ました。あっちゃんはどんなシチュエーションでもらったんですか。思い出話、はい。いやー、結構学校でもらいましたよね、チョコとかね。俺、バチカン四国の面積と同じチョコもらった夢を見た。同情するならかね、おくれ。トラック2台分ですか。やりますね。私は圧力3台分のメンマ投げつけられました。あちゃん、はい、あちゃん男子校ですか。いや、全然驚愕ですよ。そのコメントおもろいな。もう最近ね、僕がメンマを投げつけるっていうキャラクターがですね、だいぶ浸透してるみたいですね。さあ残り2分ぐらいなんでね、はい、じゃあまっちゃんがもう一回当たるか抜けたら終わりにしましょうか。そのぐらいですかね、はい、はい。メンマ型チョコなんて器用ですね。親分得意のおむつ替えてもらってすっきりした顔真似してください。でもね、めちゃくちゃ本当に早いんですよ。あ、おむつ替えるのですか。もう、 うちの娘なんてね、はい、もう変えたのすら分かってないですね。自分が変えられたことに気づいてないみたいな。気づいてないですね。給料日前で財布がピンチ、圧力お小遣い中大、僕にもください。また彼女ついていったって本当。え、彼女ついていったって本当ですか。あ、そうですよ、にね、はい、はい。あっちゃん独身でしょ。いや、それはご想像にお任せしますよ。まっちゃんはチョコレートもらったところで、はい、人の握ったおにぎりも食べれない人でしょ。人の握ったおにぎり食べれますよ。食べれるんですか。食べれる、食べれる。メンマ投げつけるのは浸透してるんじゃなくて確立してるんですよ。なるほど。僕はホモなんですけど、皆さんホモに興味ありませんか。アホ、ホモ、あ、ホモ、うん、あ、すみません、ないです。はい。この音を見てると家にメンマが届くと本当ですか。やりすぎでしょ。いや、どうしたらやってよ、トツカみたいに。まあね、ここまでキャプツバ誰も見てなくてさ。そうですか、みんな皆さん見てるんじゃないですか。きたきた親父、は脇の下でおにぎり握るんやで。なんだっけそれ、魔法少女の魔法のやつや、ね、魔法人ぐるぐるでしょ。あ、ぐるぐるだ、そうだ、あのガンガンでやってたやつね。平塚でもメンマ持っていくんですか。持ってきませんよ。まっちゃん最近手品やってる、やってないみたいですね。
もう一回サクッと当ててね。そう、サクッと終わりにしたいですね。はい。高橋選手歌ってもいいですよ。いやいや、あのね、はい、歌うとこの人より上手いんですちょっと降りますか。めっちゃ邪魔だ。はい。キリキリマイさん、ちょっと読みましょうか。あ、高橋店長が、うん、あ、MC 麦わら久しぶりじゃないですか。じゃあ、 冷蔵庫に酒ぐらい入れてよ。酒？ああ、はい、ああ、ほらね、キャプツバって続かないし、もうケースだわ。いや、全然続いてるじゃないですか。ああ、普通に続いてますね。はい、まあ、何年ちゃん、3年ちゃん、うん、普通に僕休練しましたしね、この間プライベートで。自慢かよいや、キャプテンジョーさん面白いとか思ってねその時ね、でも結構連チャンしてるの見ますけどね。店長、久子さんに挨拶したことありますか？あ、ありますよ。まっちゃん知らないところ知らないところ、ちょっとうち連れ込んでねキャー店長、店長デッカーボタン出てる。あ、左側ね。あ、デモリ画面、今待機画面になってます、ね。はい、店長、圧力、あっちの圧力にメンマ投げつけられそうになったけど、メンマが空っぽやったから入れ物の瓶を投げられ気がしたよ長いわ店長、圧力の嫌いなとこを教えてください。もう全部ですねメンマとピアノの話よく出るけど、どこが面白いの？あー、これはね、うん、あっちゃんのね、うん、身内ネタじゃないですか。なるほど。まあね、さっきよく言われるんですよね、うん、関西じゃ圧力ライター持ってて当たらなくてゴミ箱に捨てたって聞いたよ。いやいやいや、そんなことやるとバチ当たりますよ本当に、うん。あ、緑保留、明日二郎来るんだって。いや、明後日です。 19日ですね。はい、はい、黒バラの二郎さんのね。あ、最近高橋海賊団の活動はどうですか？まあまあ、ちょいちょい介入しますよ、うん、いろんな人をね。ああ、ちょっと画面変えてもいいですか？はい。くそー、1画面ダメか、ダメなのか。最近俺が打っただよ、次の人が打った当たるってことがよくあります。ああ、それね、あれですよ、見ない方がいいですよ。ああ、そうっすね、それはあります。見ない方がいい。ジロー次負けたら3連敗だぞ。そうですよね、勝てませんね。皆さんよく知ってますね。動画チェックしてるんですかね。あ、帽子あります。帽子ありますか？あ、残り20回転。店長、ワンピースは見つかりましたか？まだまだ先に。あ、赤堀来た。まだ先になりそうですね、うん、これはもらったんじゃないでしょうか、うん。ジローが来ると他のお客が勝てるので皆さん行きましょう。そうですね、負けてくれたらね、うん、皆さんチャンスあります。よし、あ、これ来たでしょ。これは行ったんじゃない？非現人を呼ぶことはないですか？あ、呼んだ方がいいですか？あ、非現人さんね、うん、来ましたよ、来ましたよ。この台つらい。店長、店長、あっちゃんのいいところはでかい。でかい。やーばー、ゴロ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 。はい、ということで綺麗に決まりましたね。はい、ということでお疲れ様でした。あっちゃん6号呼ぶことはないんですか？じゃあ今度うちに、はい、じゃあそれやってよ。はい、いいですよ、はい、ね、ぜひぜひ。まあね、今度あの平塚でね、あ、お昼の営業中やるんでね。もう、そうなんですね。もう全部関東全部回りたいですね。じゃあ来いよ、はい、うちも。はい、ぜひぜひ。やっつけてやりますよ本当に、高橋店長ボコボコにしてやるの？ちょっと待ってくださいね。じゃあカメラ変えます。いやー面白かった。いやー 2点か2点、ね、はい、ということで今日はですね、まっちゃん5ゴールという5ゴール、はい、そして高橋選手2ゴールということで、はい、5対2で負けました、ね、はい、お疲れ様でした。 ありがとうございます、ね。まあまあ結構まっちゃんの台もね、まだまだこれから続くんじゃないかなと、はい、いたところでしたけれども、面白い、うん、やっぱり。あ、面白い、面白いです。原作をやっぱ知ってるっていうのもある。知ってるから、はい、よりね、
この曲がまたエンディングにぴったりっていうね、素晴らしい感じですね。お疲れ様お疲れ様。まっちゃんいつもより、ニコニコしてんな。はい、店長は日田のせいで伸び悩みましたね。もうねでもね根はいいやつなんですよ、ね、あ新田くんね、やっぱ決定力不足はそうですね、あれですね、今後の日本サッカーの課題ですよね。そうですね、はい、新田と同じように、うん、翼は通常時は嫌いだけど ST は打ちたいと、バブルビーゴール、シーサーと非現人マジで呼んでください。あ、これはまだジョーの方が面白そうだなと。ヤルオも呼んでください。ヤルオ、オツさすが次回はキャプテン翼じゃないですよね。それはどうですか。それはまさかの、ちょっと私が好きですからね。そうですね、まさか成長がもう出来合いしてますからね。はい、お疲れ様、アイスザキンドリーム、ありがとうございます。最後に告知の方だけね、はい、はいはい、お願いします。あ、二郎さん、はい、さっきもありましたけど、めっちゃ見てますね、めっちゃこっち見てますよ、二郎さん。やる気満々じゃないですか。やる気満々、戦闘態勢です。3度目の対決ですからね。あ、そうですね、ということで19日、来ますので、ぜひ二郎さんに会いたいなという方いらっしゃいましたらね、はい、遊びに来ていただければいいかなと思いますけど、誰っていう声もありますけれどもね、ジャンバリのライターさんですね、はい、野次郎さんが来店ということでね、取材に来ますんで、ぜひお近くの方いらっしゃいましたら遊びに来てください。はい、はい、誰だよ次郎って言ってる人結構多いですね。あ、そうですか。グレーの次郎さんじゃないですね。あ、グレーの次郎だったらもっともそっちじゃない、やばいこと、やばいことになっちゃいますけどね。はい、ライター圧力来店したら必ず張り倒しに行きますから。お願いしますね。今度ね、あっちゃんね、はいはい、うちで、ね、はい、ぜひぜひやってください。やらせていただきたいですね。もう本当にもうぶっ倒してやりますからね。はい、グレイわらわら、シーサーの方が集客できるよ、ということで、新装開店が一応来週の来週ですね、はい、来週マクロス入ります、はい、来週の月曜日に、シアル、マクロスフロンティア、窓マギもね、はい、そしてパチスロの窓マギも増大、窓マギ増大しますから、はい、はい、増大しますので、はい、で窓マギファンの方いらっしゃいましたね、はい、増大して何台ぐらいになるんですか。20スロが16台になりますね、はい、お、結構な台数になりますね。 あと2スロと5スロにも、はい、入れますから、それぞれね、はい、導入、予定ということなので、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、次回の放送はまた2週間後と、はいはいはい、いうことになりますので、はい、ぜひあの伊勢田キンドリームをね、2週間後もね、はい、ちょっと信頼の週じゃないんですよ、ね、はい、あ、そうですね、信頼の週ではないので、だからキャプテン3週連続いっちゃいますか。3週連続翼ですか。すごいですね、それは、はい、モハンも増大してください。まだまぎ増大か、キャプテン翼の増大はありえますか。好きだけのないですね。好きだけのない。そこはさすがにないから、グレーのジローなら飛んでいくわ、閉店くん来るなら、有給使うよ、店長が打った方がいい、ね、私が打ちたいんですけどね。あ、それも新しいですね。まあ、それも番組の新しい形ではありますよね、はい、キャプテン翼は嫌やなと、なるほど、うん、という意見も来てますので、はい、まあ、再来週までにね、さすがにまた、台は決めておきますので、キャプツはどんだけ押すんですか本当に。はい、といったところで、はい、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、ということで、また次回お会いしましょう、はい、さよなら、はい、バイバーイ。